それでは今回のジュニアオールスター開催について一言お願いします。まあ、各団体が集まって、こういう大会ができると非常に嬉しいと思っています。これからはこういう団この大会が2回3回で続いてジュニアの一つ名物にしたいとこういうふうに思っております。よろしくお願いします。こういう機会は今回初めてなんで、この機会を、いかに長く毎年毎年、長く続けていきたいと思いますので、一つ他団体の社長さん、方並びに選手の方も一度協力してもらって、長く続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。これからの若手のに対しての非常にいい企画だと思いますから、みんなこれからの希望に燃えてやれるんじゃないですかね。 JLRP の新人選手もみんな本当に春の舞台なんで、全力を尽くして、これが JLRP だ、やっぱり JLRP の試合は一味違うなっていうところを見せてもらえれば僕は満足です。それと他の団体の新人の方のエッセンスもその形で我々の方にインパクトがもらえれば最高だと思います。ぜひね、この大会は若手だけの、オールスター戦ということもあって、今の今日出る参加の子たちが頑張ってくれることで今後の女子プロレスがどうなるかかかってると思うんで頑張ってほしいと思います。本日は本当におめでとうございます。今日ですね、先ほども皆さんに聞きましたらもう超前になるだろうというような、状況がありまして、本当にファンの人たちがですね、若い選手たちに、いろんな期待を持ってくださっているということをですね、今日実感できまして本当に嬉しいです。FMW 女子もですね、これから一歩ずつ、今日機会に頑張っていきたいと思いますので、皆さん今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。今日のこの日を待ってましたと、うちの選手全員も万全を期して、参戦させていただいております。でとりあえずうちは新人中心で、今頑張っているので、とにかくこの、大会でうちの新人のパワーをぜひ皆さんに、ご覧いただきたいですし、そして今後全体的な女子プレスの底上げにもなるような弾みにしたいと思ってますので、とりあえず今みんな頑張ってますのでよろしくお願いします。これだけのですね、数ある団体の中で、うちの若手がですね、どれだけ実力を発揮して、頑張ってくれるかどうか、楽しみにしています。こんだけすごい人が入ってるんで、やっぱりね、自分たちのリングとして先輩とかもう関係なしにもう思いっきり試合してほしいですね。私もファンの一人として、お客さんの一人として見させていただきます。頑張ってください。ジュニアだけで試合ができるって本当にすごいことだと思うんで、いつもは先輩に負けちゃってるんですけど、今日はみんなが主役を取ってくれたらいいなと思ってます。若手ばっかりでね、興行っていうのは初めてなんで、今日はすごく楽しみにしてるんでね、どこの団体の子がねメイン張ってもおかしくないと思うんですけども、今日は後輩たちが思いっきり燃える熱いファイトをね、お客さんに伝えられるといいなと思ってるし、今後の女子プロ界をね動かせる選手が出てくると楽しみだなと思ってます。若い新人というかそういうたちがどれだけ自由に自分の思っているようなことを表現してくれるかなっていうのが、楽しみで、それで来たぐらいですかね。正直言って自分も今回の大会に出たかったんですけど、怪我とかあって、出れなかったね。すごい悔しいです。下の子頑張ってるんで、それどれだけ成果を出せるか楽しみにしてやってくれると思います。うちオープニングと最後のメインなんですけど、頑張ってほしいですしか言えないんで、とりあえず恥をかかないように教えたことを全部出してほしいです。親の心境っていうんですか、親の心境、はい、自分が、はい、自分が教えた子たちがどのぐらい頑張ってくれるかっていう、もう本人以上に緊張してます。はい、ありがとうございました。第7試合全女 VS JWP 三大シングルマッチパート1、赤コーナーは全日本女子プロレスの椎名由香選手です。それでは椎名選手にとってジュニアオールスターとはどんな意味がありますか。ジュニアと言える年ではないのですが、このメンバーに入れていただいたからには若さあふれる試合をお見せしたいと思います。JWP の宮崎選手とはもちろん初対決、全女魂を見せたいですね。
気持ちだけは負けないように一生懸命頑張ります。はい、頑張ってください。青コーナーは JWP の宮崎由紀選手です。3大シングルマッチで JWP の先兵を務めますが、前場に対するイメージをお聞かせください。今まで前場さんとは1回しか当たらせていただいたことがないんですけども、見た目でいうとやっぱり何でもえげつないっていう感じがします。はい、技巧派で知られる宮崎選手ですが、椎名選手とはどんな試合をしたいですか？やっぱり前場さんなんで負けたくないって気持ちがすごい強いんですけども、でも自分の中で楽しくやりたいと思います。はい、頑張ってください。試合全場 VS JWP 三大シングルパート1、20分一本勝負。青コーナー JWP 132ファンド宮崎由紀。赤コーナー全日本女子プロレス140ファンド椎名優花。レフェリー笹崎克美。さあ後半戦第7試合になります。前女対 JWP 三大シングルマッチのまずは第1試合ということになります。椎名優花対宮崎由紀のシングルマッチであります。くしくもですね、 JWP 対前女三大シングルのまずは1試合なんですが、まあ、こちらに山本さんと小川さんというですね、両団体を、のですねフロントの方がいらっしゃいますので、そのあたりのことも聞いてみたいんですけども、まず山本さん、はい、宮崎、はい、椎名についてはですね、ここなんていうんでしょうか、多少のデータというのはあるんですか？いや、そんなないですね。ないですか、多分宮崎もそんなにはないと思うんですよ。なるほどね、はい、椎名も宮崎もですね、言うなれば技巧派というか、テクニックとスピードでですね、うん、両団体の、まあ、若手をですね、まあ、引っ張ってるようなね、はい、なんですけれども、どうですか、山本さんの目から見てこの試合っていうのは、はい、宮崎は久住と組んで JWP の後楽園タッグを取りましたんで、一つもステップアップに成功したわけですよね、うん、でこれも椎名選手の方が若干キャリアが多分上だと思うんですよ、はい、で彼女はこう食いたいところですよね。でもうさらにワンランク上がりたいというところですね。なるほど、はい、一方のですね、対する前場のお母さん、はい、椎名なんですが、どうですか、このところですね、まあなんでしょう、デビュー当時からですね、なかなか動きはいいんですけれども、もう一つこう目立ったところですよね。そうですね、椎名はやっぱり他の団体のジュニアの選手に比べて、うん、これまで目立った活躍をしてないと思うんですよ。なるほどなるほど、まあ、でもその分は温めてたっていうんじゃないんですけども、はい、まあ地道に実力つけてた選手ですんで、そうですか、まあ、こういったね舞台でやっぱりその進化発揮してくれると思うんですけども、ですんでね、全く目立たなかった椎名がこれ何をやってくれるかっていうのが、うん、なるほど、鍵だと思います。この辺はまあお母さんの期待も込めてという感じでしょうか、ね、はい、あと、はい、宮崎選手非常にね上手い選手ですから、なるほど、でも椎名なんていうんですか、前場仕込みのえげつない攻撃っていうんですかね、まあそれは注意した方がいいと思います。なるほど、はい、さあその
ねちっこい攻撃を見せる椎名。まあ椎名もですね、実はそのキャリアといいましょうか、年はかなりの年齢にいっているんでですね、あ、そうなんですか、そろそろ、はい、ブレイクしないとですね、なかなか八木、はい、選手と確か一緒だと思うんですけど、ね、今年で25になる、はい、そうなんですか、でもやっぱ初々しい感じがあるから、そうですね、ニューフェイスって感じですよね、ですのでもうジュニアという名前にね甘んじてはいけないと思うんですよ、年齢的に、ね、そろそろもう行かないといけないとか、そういう年代にまあ達しているということでありますが、さあリング中央、ただ元気と、はい、元気のある試合がある、まあ新庄ですんでね、はい、そういう意味でファンのハートをやっぱり掴んでると思うんですよ、うん、さあストンピングを背中に打ち込んでいったシーナであります。さあここまではちょっと後手に回っているのが宮崎ゆき、リング中央、今度はフェイスロックだ、がっちりと入っているフェイスロック、宮崎選手の方が舞台慣れしてると思うんですよ、やっぱりいろんなチャンスを与えてもらってますから、はい、あのね、先ほどタイトルマッチとあのコラケンのタッグチャンピオンでありますし、あとメインイベントとか出場する機会意外とあるじゃないですか、ね、前場の場合はやっぱりないですから、やっぱそういう意味でね、やっぱりなんていうんですかね、うんうん、やっぱり度胸はあると思いますよ、なるほどね、まだこの辺りは攻められながらも若干の余裕を見せている宮崎、そんな感じがしますけれども、まあしかしですね、この椎名もどうでしょう、やっぱりテクニックスピードという意味ではですね、前場の若手の中でもかなりこう群を抜いている存在かなという気がするんですが、あの爆発力がありますんでね、ドロップキックとか、はい、まあいかんせんこのまあ地味だったというかね、なかなかこう表に出てこなかったという選手の一人ですんでね、さあこのドロップキック、しかしこの辺りは宮崎したたか離れをしているということなんでしょうか、軽くいなしていきました、あ、うまいぞ、うまく足をフックして、こういうね技をねやっぱりやっぱ難なく使うじゃないですか、はい、そこが芸能球のちょっと恐ろしいところですよね、なるほどね、あーこれは場外、おっと宮崎が場外戦ですか、おっとエプロンからミサイルキックであります、あとヒップアタックとかありますよね、はい、そうですね、宮崎は、はい、最近は宮崎もあの新技をいろいろと山本さん考えているようですね、はい、何ですか、玉田がよく使う大回転、あ、回転、旋回プレスみたいな、ああそうですね、あーと出ましたね、はい、宮崎はこれで競われる人々しいところがありますからね、ははは最初のなんかヤングライザーうちのタニーマウスと宮崎をシングルでやらせてるっていう個性が、はい、それは面白そうですね、個性破壊ですよね、そういう話もあったんですよね、さあっとヒップアタック、このセカンドのポリシテのヒップアタックも非常に切れ味鋭いものがありますがどうか、危ないぞ、まだ若いんですよねこの宮崎選手は、まだ若いですね、はい、この子も、さあ宮崎がそのセカンドロープ、見事なミサイルキックがヒットした、技の量とかやっぱ断然 JWP の選手の方がありますから、なるほど、今のは変わった技ですね、そうですね、これ最近対応してますね、ストマックへキックになっていく、おっと足を掴んで、この辺りは前場イズム爆発なのか、ものすごい張り手燃えてきますね、いいですね、いやいやいや、さあしかしこの張り手をやられて黙っている宮崎でもないでしょう、返していくのか、どういった形でなっとこの返しをするのか、あーうまいぞ、うん、抑え込み合戦は宮崎に軍配か、カウント2、シーナ今のね気持ちをもっと出した方がいいですよね、なるほど、うん、今の展開は宮崎対元谷の試合でもよく見られますね、はいはいはい、何があるのか、椎名が髪の毛を掴んでフェイスクラッシャーが当たるのどうか、ブリッジでグイッと返していった宮崎ゆき、さあ前女と JWP の三大シングルマッチの最初の試合であります、前女と JWP のジュニアというのは過去1回しか並んでませんから、
なるほど。そういう、それはいいですね。なんかそんな感じしませんよね。ああ、そうですか。それは意外ですね。まあ、JWP としては、ガイアやね、まあ、FM とも絡んでおりると、前女さんとは意外と実はこの年代は絡んでないんですね。ちょうど対抗戦の狭間でしたからね。なるほど、なるほど。実はこのジュニアオールスターまで温めたって覚えたんですよ。なるほどね。ブレンバスター合戦は足を掴んでフィッシャーマンズが、しかしこの辺りシーナもね意地がありますよ。おっと変形の DDT だ。これはまた変わった入り方ですね。強引に持っていましたね今ね。もう一発 DDT 顔面を2出しましたね、はい、何ですかね。おっと場外へ落としておいてニュートラルコーナーとプロープはシーナ何があるんだ。予想行きのファイトしてますね。予想行きのファイトですか、はい、ああそうですか。こんなことしませんからね。そーっとプランチャー落ちましたね。うん、まあ、飛距離はもう一つってソウルですけどもね。さあしかし的確に相手をヒットしたという感じですけど、おさあ何があるんでしょうか。何があるかわからないですね。何が降りてきましたか、はい、おっと掴んでこれ畳み込んでもらいたいですね、はい。さあここは一気にシーナ自分をアピールするという意味でもですね怒涛のような攻撃は見てみたいそんな気がしますが、さあしかし宮崎も簡単には引き下がらないぞ。何でしょうか。何があるんだ何があるんだ。ミサイルキック顔面顔面にミサイルキック危ないんだ宮崎ゆき。どうぞ宮本さん危なかったですね。そうですね、ちょっと宮崎の目が後ろでしたね。危ないぞ宮崎ゆき。下馬評では優位だった宮崎がここは攻め込まれている、うん、後頭部もろにミサイルキック万事強さ危ないぞ宮崎ゆきカウントスリー、うん、いやーすごい衝撃でしたね。8分の9秒シーナユカ選手の勝ち。宮崎大丈夫かリング上大の字。これはもうやっぱりあの前女イズムっていうのを見せつけられた思いですよね。さっきの八木選手の、はい、あ、スマイルのミサイルキック、はい、正統派のミサイルキックだと思うんですよ、これはマッパ全場イズムですよね。今のはしかしえげつないというかですね、あんなことをしていいのかというぐらいにですね、うん、顔面に完璧にヒットしてしまった。この攻撃が全場と JWP の中を裂かないといいですけども。山本さん大丈夫ですか。いやいや大丈夫ですよ、うん、いやしかし山本さんね、はい、ちょっと宮崎もですね、はい、前半からこう動きがですね最後までエッジかかんなかったな、なんかそんなような感じがしましたんですけども、うん、うん、しかし残念無念。まずは JWP 対前女3大シングルマッチ前女の1勝ということになりました。全場 VS JWP 三大シングル、パート1勝利を飾りました椎名優香選手です。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合振り返ってみていかがでしたか。全部が空回りしてしまった試合になってしまったので自分ではあまりしっくりこない、すいません。これからまた激しい戦いが続くと思いますが、はい、それに向けて一言お願いします。今日はとてもいい勉強になりました。でこれからも一生懸命頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。青コーナー JWP の宮崎ゆき選手です。惜しくも敗れはしましたが、椎名優香選手との試合振り返ってみていかがでしたか。やっぱり思った通りキックもすごかったですし、すごい足とか怪我してるんでいろいろ関節技とか勉強をしたんですけど何一つ出せなくて、もっと自分の持ち技を出したかったのもあるんですけども、もっと気迫でやっぱり押されちゃったりしたんで、そういう面だけでも勝てるようにしたかったです。これからの活躍を期待したいんですが、一言お願いします。全女さんに負けてシナさんに負けてすごい悔しいんで、これからはそれをバネにもっと練習して頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。第8試合全女 VS JWP 三大シングルマッチパート2、
赤コーナーは全日本女子プロレス鞘遠藤選手です。それでは遠藤選手、パワーとパワーの正面衝突は避けられない対決となりました。宮口選手の印象をお聞かせください。JWP の中では一番センスのある選手だと思いますけど、今日は自分のパワーが圧倒します。先日のグローブマッチ以来、鞘遠藤の評価が上がっていますが、ジュニアオールスターに対して燃えるメッセージをお願いします。今まであまりチャンスがなかったので、これを機会に目立つ存在になりたいと思います。はい、頑張ってください。青コーナーは JWP ジュニアのトップランナー宮口智子選手です。それでは宮口選手の進化を発揮する出番がやってきましたが、今日は初めて他団体の選手とシングルで当たるんで、今日は本当に大切な試合だと思うんで頑張りたいと思います。はい、遠藤選手とは3月31日横浜アリーナでタッグながら戦っていますが、どうですか？あまり6人タッグだったんで当たれなかったんですけど、グローブマッチもやられてるみたいで、すごいパワフルな迫力のある選手だと思うんで、すごく楽しみにしてます。はい、頑張ってください。第8試合、全女 VSJWP 三大シングルマッチ、20分一本勝負を行います。青コーナー JWP 140パウンス、宮口智子。我がコーナー全日本女子プロレス135パウンス、鞘遠藤。レフリー村山大地。さあ、全女 VSJWP 三大シングルマッチ2つ目はですね、鞘遠藤全日本女子プロレス対宮口智子 JWP の戦いとなりました。小川さん、はい、鞘遠藤、私やっと気づいたんですけれども、後ろにですね、あ、前にもついてますか、鞘遠藤ちゃんとついてるんですね。これは新しい水着ですね。新しいんですか。あは、この2人はなんかすごくストロングスタイルというか、うん、なるほど、対決ですよね。そうですか。まずは首投げ視点。おっと、うん、お、何かですね、男のプロレスを見ているような、アイソックスですね、非常にね、展開が。さあ、宮口ロープに振った。あー、体当たり。おっと、当たった方も当たられた方もちょっとフラッとしたと。この辺りは何か力強い攻防であります。さあ、この辺りは宮口本領発揮というところか。山本さん、はい、この一戦は山本さんどう見ますか？そうですね、まあ、あのかなりこうさっきの一戦とまた違って、もっとこう芯が太いっていうか、なるほどなるほど、そういう感じが当たりますよね。うん、今の攻防も迫力満点ですね。はい、もう完成度高いですね、この対決は。まあね、パワースピード両方兼ね備えたこの2人ですから、どういった展開になるんでしょうか。あの宮口選手はいつ見ても表情が豊かですよね。うん、そうですね。
リングからリング外の時の宮口とですね、リングに上がった時の宮口って顔が全然違いますもんね。そうですね、そのあたりはその付け人を務めてるデビル雅美のイズムをかなり受け継いでますよね。なるほどなるほど。普段は信じられないぐらい物静かなんですけどね。そうですね、なんかソース顔っていうんですかね。そうですね、濃い顔してますね、はい。まあ、清川虹子という人もいますね。なんかバイソン木村にちょっと似たような感じもしますよね。あ、それだけ洗練されてくればもうありがたいですね。そうですか。その宮口は今度もですね、はい、名前変えて、まあ、バーっていくと思ったんですけど、はい、まだまだですか。やっぱりダニーマウスという存在が出てきちゃいましたもんね。同じキャラクターもあるのサヤエンド、ダニーマウス同時にデビューしたところがキャラクターではやっぱり完全にダニーマウスに持っていかれてしまったという。なるほどなるほど。この遠藤の具合、改めてサヤエンド、うん、ネーミングの時はしてやったりという気があったんじゃないですか、岡田さん。そうなんですけど、やっぱりタニーのあのキャラクターには勝てませんよね。勝てませんでしたね。その後はあの格闘職っていうんですかね、なるほど、グローマッチも経験しまして、なんといってもね、先日の石本戦ですが、はい、タニーはやっぱりそういう思考が強いですよ、格闘思考というか、シュートボクシングのね、格闘技戦にも臨んで、このまあなんか一皮むけたぞっていうのようなね、そんな表情で帰ってきたこのサヤエンド。いや、今のその攻防を見ててもですね、この宮口はですね、一つその JWP の中でもやっぱりかなり完成度が高いんで、はい、下手にするとあの天野同様ちょっと埋もれてしまうような、うん、あの決死してるがゆえにですね、うん、あのいわゆる新人のフレッシュさってものはなくて、その分ちょっとマイナスに見られたところがあるんですけども、こうやって対前場でやるとまたすごい魅力をまた出しますね、うんうん、顔つきがすごいですよね。このあたりがやっぱり対抗戦向きの選手っていう感じがしますよね。あの対抗戦というのはですね、意外とそのまあ隠れた実力者というかですね、発掘しますね、あのあんまりそのね、自分たちの団体ではそんなに表に出ない人が全部実力があるというのが、ね、ポーンと出てくるというのがね、また面白いところですよね。天野、宮口選手はもう JWP の中で実力認められてますから、これから他団体と戦ってやっぱりどのぐらいの強くあるかというのを、うん、もうもっとたくさんのファンに評価してもらう時期だと思うんですよ。なるほどね。ロープを使ったサヤエンドの攻撃だ。おちょっと、まあ、うちの田村もね、はい、やりたい選手の一番手に挙げてますね。宮口田村選手、宮口田村選手ちょっと見てみたい気がしますけれども、さあコールカウント2。あの宮口はあの JWA 関西というですね、アマチュアプロレスの出身なんですよ。あ、なるほど、ね、まあ、これなかなか女子レスの中で珍しい。そうですね、入れたと思うんですけど、初めてじゃないですか、うん、そうですね、アマチュアプロレスから転向したのは、もういきなりオーディションの時にスパーリングありますって、連れてきたパートナーと一緒にフライングライヤーやりだしたんですよね。あ、びっくりしちゃいまして。あ、そうですか、はい、あの先ほど山本代表が言われた通り、ちょっと宮口の試合があまりにも完成度高いんで、うん、そういうジュニアというイメージとは違いますよね。そうですね、比較的こう実力があるがゆえに落ち着いてしまう、攻防がやっぱりしっかりしすぎてるんですよ。なるほどね、やっぱりこのジュニアクラスにしてはですね、荒削りなもうちょっとね、はい、ところがあった方がいいんじゃないかというね、そんな感じもするんですけどね、はい、まあ、そういった意味ではこの対抗戦で、対抗戦というのはまあ絶好の舞台ということになります。ですんでね、お客さんとか見た感じの評価っていうのはやっぱり派手な機関棒みたいな選手が来ますから、はい、そういう意味ではちょっと損してるかなっていうのがありますよね。そうですか。まあ、いずれにしてもね、本当に実力は誰もが認めていることですから、ご覧のようなね、力任せな攻防というのもね、非常にパワフルであります。この前の5分間もね、結構内容が濃いですよ。そうですね、まるでタイトルマッチのような試合ですからね。ワールドスタイルから遠藤の腕をぐいぐいと締め上げていく、ちょっとね、足もホールドして、まあ、リにかなった攻撃というのになってきます。さあ背中にストンピング一発入れて何があるんでしょうか。あー、これはうまい。スモールパッケージホールドカウント2。さあ今度は遠藤反撃に出るのか。逆さ抑え込みを、あ、これは面白いぞ、うん、
結局宮口が逆さ抑え込みですがカウント2。宮口の執念のは勝ってましたね今ね、はい、さあ串出しから得意のエルボーを見舞っていこうというところだったんですが逆に串出しドロップキック。さあサヤエンド爆発するのか。しかしうまく振り返していく。あーっと同士打ちのエルボーであります。お互い顎の先端を捉えた。この辺りも迫力のある攻防であったんですけれども、まず先に起き上がったのはサヤエンド。このキック体当たりだ。規制を発したのは宮口の体当たり。もう一発いくか、もう一発いくか。おっとうまくいなして、おっとカウンタートラスキック。顔面を捉えたか。そしてドロップキックの2連発。おっと起き上がる前にねスライディング気味になってきました、はい、割とエンドは伊藤薫選手タイプを目標としてるんですよ。なるほどなるほど。相対決内ところはね、はい、伊藤仕込みという感じなんでしょうけど、あと足腰がしっかりしてますから、はい、まあ、バネがねバネを利用したこう跳ねるようなねファイトというのが非常なんでしょうけれどもね、まあ、そういった伊藤薫のようなファイトを果たしてこの場で見せられるのがサヤエンド。しかしこれはうまく宮口が切り返していった。カウントはどうか。ここまでは本当に一進一退か。おっと巴投げだ、巴投げだ。あっこのカムバックは早い。サヤエンド一瞬の隙を突いたカムバック。ドロップキックで形勢逆転か。ミサイルキックも泣いた。さらにもう一発ガンガン行ってもらいたいですね。ガンガン、お先ほどのシーナ戦のようにですね、うん、前から後ろから同じ展開だ。危ないぞ JWP。 今のは一で返していった。今のは前場の必勝パターンなんですから、ね、山本さんちょっとヒヤッとしてるんじゃないですか。そうですね、うん、モールのコートも来ましたね。危ないぞ宮口。あーここはうまくかわした。一進一退の攻防。さあ宮口がレッグラリアットを後頭部。これちょっとエンジン一歩決まりますね。あー今度はストマックのあたり、多彩な攻撃を見せていきます。もう一回今度は危ないた。さあカウントどうか。遠藤もまだブレッジで返していく。なかなかストロングな一戦ですね。本当になんかストロング2人ですよね、はい、本当にね渋いですよね、さあおコーナートップローから何があるのか。得意のボディープレスだが膝の剣山が待っていた。飛距離があっただけに逆にこれは諸刃の刃。ちょっとですねこれは宮口山本さんなかなかペースつかみませんね、はい、そうですね。いやでもおっと、うん、フラングボディスラッドロップです、うんうん、そのままホールに行った。でもね決して宮口が自分のリズムを作れてないってことはないと思いますよ。そうですか、まだまだねこの後の展開一体どうなのか分かりませんが、今のボディシザースでおーっと肩に抱え込んだ。この辺りもうまい。あーなかなかお互いその技を一つかけるのも一筋縄にはいかないですね、これね、きっちりしてますからね、はい、あースモールパッケージ。レフリーの村山が一番忙しくなってきました。さあサヤエンド宮口智子、ああこれは得意技でしたぞ。エアプレーンスピンからのバックリップか。素晴らしいスピードであります。自らもちょっとバランスを崩すような、お互いカウントスリー。ああ最後はお見事得意技。山本さん、はい、やはり技の完成度素晴らしいですね。そうですね、はい、宮口このワンチャンス待ってた感じありますよ。なるほど、はい、小川さんね最後は何か、はい、宮口の読み水にはまってしまったようなそんなフィニッシュでした ね、 ね、はい、エンドもあの技は得意なんですけども、なるほどなるほど、でもこの試合はジュニアの枠を超えた、そうですね、なんか円熟した試合でしたね。そうですね、ちょっと悔しい表情を見せたエンド、そして宮口、まあしかしひょっとしたらですねこれは今後名勝負数え歌、そんな予感をねするですねシングルマッチでありました。全場 VS JWP 三大シングルパート2、勝利を飾りましたのは JWP 宮口智子選手です。最後は、エアプレーンスピンからの、バックフリップ必勝パターンですか。
自分のホール技で使ってるんですけど、今日は隙があればこの技でホールを取りたいなって作戦っていうか寝てたんで、ちょうど取れて嬉しいです。前の試合で宮崎選手が負けてしまいましたが、胸に期するものはありましたか？そうですね、 JWP がやっぱり1勝してるんで、やっぱり自分次だったんですけど、やっぱり勝たないととか胸に来るものがありました。これからの戦いに向けて一言抱負をお願いします。これからも先他団体の選手と当たれるように自分をどんどん磨いていきたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございました。惜しくも敗れてしまった佐野遠藤選手ですが、宮口選手当たってみていかがでしたか？そうですね、やっぱり向こうもパワーがあって、それが負けたから今日負けたんだと思います。なかなか内容の濃い試合だったと思いますが、振り返ってみていかがですか？そうですね、勝てればよかったんですけど負けたんで、はい、これからの活躍を期待したいんですが一言お願いします。そうですね、これからもっとパワーをつけて頑張ります。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。第9試合全場 VS JWP 三大シングルマッチパート3、そして全日本ジュニア選手権試合となりました。赤コーナーは全場のジュニアを背負った田村芳子選手です。田村選手、全場 VS JWP の大勝決戦となりました。久住選手の印象、そしてジュニアオールスター戦では田村芳子の何を表現したいですか？久住さんとは横浜で当たらせていただいたんですけども、でもなんか気合がすごかったんで、自分も負けずに頑張りたいと思います。はい、全日本ジュニア王座も、5連続防衛中で、この試合には新記録がかかっていますが、ぜひ勝ちたいと思います。はい、頑張ってください。青コーナーは JWP のチャレンジャー久住智子選手です。それでは久住選手、シングル3大決戦のトリを務めますが、 JWP の意地と底力に期待してもいいですか？全女が一番と言いますけども、JWP が一番というところを見せたいと思います。ジュニア王者田村選手に対しての印象と抱負をお願いします。田村選手はすごい強い選手だと思うんですけど、とにかく今日は絶対勝ちます。はい、頑張ってください。これはちょっと予想しなかったですね。いやいやいや、驚きました。普段は非常におとなしいこの人もね、久住ですけれども、リング上に上がるとですね、
全く違った色を見せていく。ハートマッチセレモニーがこの間やってしまいましたね。試合配信になりましたね、さあ全女 VS JWP 三大シングルマッチ、最後を飾るのは全日本ジュニア選手権試合であります。さあ挑戦者のクズミトモコがガンガンと攻め込んでいく。一方受けて立つはチャンピオン田村よしこ。この田村選手の水着は自分初めて見たんですけど、今日新しいですよ。そうですか、はい、なんか、はい、この2人、私自身はちょっと楽しみにしてる試合なんですよ、なんかちょっと似たようなタイプに見えるんですよ。技とか違いますけど、いやしかし今のクズミの表情はですね、もういつにも増してこれ厳しいですよ。このお互いの表情見てくださいよ。そうですね、やはりこれはですね、クズミも期するものありますよ。先ほどもね出ましたけれども、後楽園タッグのベルトも取りましたが、鈴木智子、なんといってもこの全場のねジュニアのベルトもね、なんとしても欲しいというところでしょう。そのあたりの現れでしょうか。まずはお互いにラッシュをかけていった鈴木智子、お互いに、はい、なんていうんですか、プッチンしやすいというか、なんかそういうところが見たいですね。そうですね、今の田村の技なかなか面白いですね。足をフックしてトーホールド、ローリングトーホールドですね。ローリングトーホールド、このままねぐるっと投げていくという技でありますが、小川さん、田村はですね今回これ6度目の防衛ということで、勝ちますとなると、はい、まあ、防衛最長記録、はい、ということになりますね。キャンディオクス選手が5回も防衛してますんで、今タイ記録ですから。あ、そうしますと山本さん、はい、このキャンディの記録を守るという意味でもですね、なんとか覆したいですね。ですね、クズミには頑張ってほしいところですね。そうですね、はい、さあクズミ智子がここはやはり田村が王者らしいところを見せて、さすがのラッシュもですね今形勢をなんとか自分の方に持っていこうという粘っこい攻防に立っています。あと久住選手、それも面白い。あの田村とは、まあ、シングル初めてタッグも1回しかやってませんから、はい、スワンダイブ式の攻撃が多いじゃないですか、はい、まあ、そういうタイミングとかが難しいですよね。なんか慣れ、なんかやり慣れてないっていう。なるほど、なるほど、はい。しかしこの田村の、まあ、この首4の字からの先ほどの投げといいですね、なかなかこのオリジナルの技をガンガンと出していくこの田村よしこ、まあ、前場の今のジュニア戦線ではまさに敵なしという状況であります、はい、そうなんですけども、最近元気とタニーが大きく成長してますんでね、なるほど、田村もうかうかしてられそうですか、ませんよ、はい、あー、このスクールボールはうまいぞ。さあ、クズミはまた蘇ったか。いいですね。とにかく今日のクズミは完全にぶち切れてますよ、うん、山本さん。そうですね、うん、かなりテンション高めてきてますよ。高めてきてますね。あっと、そのまんま真下に落下したという感じのバックドロップ、リング中央まで引きずって逆エビ固めに行こうというところか。さあ、逆エビ固めガッチリと決まった。この試合はお互いの表情を見てるだけでもなんかこう、なんか面白い力がすごいですね、はい、伝わりますね。ちょっと苦しいか。ご覧のようにクズミ、この気がしい表情ですね。なんか髪の毛短くしましたね、クズミは。切ってこう表情がまたよりよく見えるようになりましたね、クズミね。ああ、いったね、足を。レスラーはやっぱりある時こう表情がカッと見えるようになってくると、その瞬間から少しまた一つ成長しているような感じがするんですよね。なるほど、うん、ですね、まあこのね大会をきっかけにする選手も結構出てくるんじゃないですかね。このレオプを手に伸ばそうとしている田村の右腕をうまく抱えて、さらに逆肩エビ固めを続けるこのクズミの表情。そして田村苦しい。なんとか今サードロープに手が届いた。まあとにかくクズミ今日は挑戦者という立場ですからね、がむしゃらにいってやろう、持てるものすべて出し切ってやろうという、そんな気迫が伝わってくるわけであります。しかし本当に各団体の新人選手といってもバラエティに富んでますよね、こうやって見ると、はい、さっきのね、一木選手のような試合もあれば、元気が出るテレビトーナメント、はい、うん、で完成度が高い宮口、そうですね、遠藤戦があったりとは、はい、
ジュニアの上級ですからね、今は。ああ、素晴らしい。お腹にボディーブローのようにね、今ミサイルキック、うん、ああすごい、まさに前女のドロップキックという感じになりますが、やっぱりこの洗礼でね、ぶち切れてもらいたいですね。くずみね、はい、さあまたミサイルキック、おっと、さあ田村がこれまでの鬱憤を晴らすかのように畳みかける攻撃はカウント2。さあ、くずみの動きがちょっと止まったか、田村が攻め込んでいくか、あ、そんなことはないぞ、そんなことはないぞ、まだまだ行くぞ、くずみ、必要にロープに登った田村を捉えようというところ、ニュートラルコーナー、トップロープからもう、あ、これはうまく見透かして、お、ジャックナイフだ、カウントはどうか。この両者はなんか体型も似てますよね。そうですね、はい、おー、ロープに振ると見せかけて徹底的に張り手張り手張り手、うわー、まさに女の喧嘩になってきた。あー、この辺りも見どころがあります。おっと、張り手を、んー、しかしそのね、うん、感情むき出しのファイトかと思いきや、こういった、やっと技巧ファイトがあるんですか、カウントどうか、危ない危ない。ベラビオ選手はね、こういうね、瞬間技が多いですからね、怖いですよ。出ましたよ出ましたよ、華麗に舞ったぞ、久住智子、お、早くもここで得意のスワンダイブ式ドロップキック、もう一発とアピールした、ロープを変幻自在にロープ上の魔術師と化すのか、今度はボディアタックだ、やっと返した、非常にタイミング良くなってますね。山本さん、クズミいいですね。そうですね、白熱してきたんですね、はい、いい試合ですよ。今度は何があるのか、クズミ一気に畳みかけるのか、うん、しかし王者の意地があります。田村もこらえる、田村もなんとかこらえるが、おっと出た、まさにスコット・スタイナーバリー、ダブルアームからのバックフリーか、しかも横に今落としていました。反りが甘い、危ないぞ、まだまだ反りが甘いという、大川さんの筋はどうか、ジャックポットロープが近いか、うん、ちょっと見られるかな、あ、ちょっとロープが近いか、久住これはチャンスですが、どうか、ジャックとロープに今、あ、手が届いた、いや、今の久住のバックブリーカーからの逆襟がかね、まあ、とにかく会場がどっと沸いたのも分かりますけれども ね、 そうですね、理にかなった、そして迫力のある攻めを見せていく、この久住智子、もう一発ですか、うわー、すごい、あ、体を横に落としていく ね、 そうですね、今の一発やりましたね、腰のあたりですかね、腰に、あ、腰にボディープレスを見舞っていく、あ、ちょっとね、しかしこれはうまくかわしていった、田村が、しかしまだ腰が痛い、あーっと、もう強引に引きずり下ろしています、田村も切れるか、チャンピオンも切れていくのか、ジャーマン、楽しい、初めてですよ田村投げっぱなし、はい、あー、しかしちょっと腰が痛い、ちょっとダメージありますね、かなりダメージが深いか、トップロープに登りたいんですが、気持ちだけが登っている、そんな感じでありますが、あ、やっと今、おーっとミサイルキック、あー、クズミも危ないぞ、ものすごい試合になってきた、白熱の熱戦になってきたぞ、全日本ジュニアシングルマッチタイトルマッチは、あー、返し技、危ない危ない、いやいや、こうなってくるとね、ああいった固め技という可能性もありますからね。そうですね、あ、これ一瞬が勝負ですよ、おっと、膝をキッチンシングルにあてがっていったが、逆さを抑え込みませんか、うまい、この当たりはうまい、技巧はくずみ、本領発揮か、危ない、田村よしこ 2.9、 いや、ドキッとしましたよ今、
いやータイトル以上かというね、そんな感じの一瞬でしたね。山本さんどうですか、これ感じですか。いやーちょっと変わってなかったですね。さあなんとも JWP 前哨団体お互いの主役も絡み合った素晴らしいタイトルマッチになっています。ああ、そしてスワンダイブミサイルキックコートオブタブラグロッキーだ。チャンピオンだ。いやー今ちょっとね、今決まったかと思いましたよ ね、 そうですね、私も決まったかと思いました。おいやこの放送席田村選手グロッキーですか。今やった方がいいですよこれ。あ今久住これはチャンスであります。タイトル奪取のチャンス。 JWP からキャンディーを靴に続く全日本ジュニアのチャンピオンが誕生するのか。あ今バックフリーカーも一発で狙ったんですが、いや田村もまだスタミナ温存しているのか。おっとこれはうまいぞ田村。いやー今一瞬でね、そのラブディストームソントもねタイミング狙ってましたよ。電光石火ですよ。そうですね、田村よしこ大逆転。まさにね電光石火でしたね本当に今のね。でも試合内容では負けてましたね、押されてましたよ今日は。山本さん、はい、惜しかった久住。この久住の今の表情いいですね、持って帰ってうちに入りたいですねこの表情いいですね、ご覧のように悔しい表情。あ今両者がっちりと握手。しかし久住の目これ死んでませんね山本さん。そうですね、これはぜひもう一回って感じですね。またこれ来ますよ山本代表がね、また襲ってくるんじゃないかと思いますね。怖いですよ。はい、そして今田村よしこ殿、あなたは大田区体育館で行われた全日本女子プロレス協会認定全日本ジュニア選手権試合で見事勝利を収め、史上初のなぜかですね6度目の防衛に成功されました。生き生きここに認定したチャンピオンベルトを取り、尊敬を永遠に伝えます。平成8年5月18日年の吉京学西島山本さん、はい、久住残念ながらねタイトル出しそうな感じですが、いや本当に残念です。あのしかしですね久住本人にはこれ、はい、あるいは JWP にとってですね、はい、ウルフ大きかったんじゃないですか。そうですね、この大舞台でタイトルマッチで監督の試合ができて、特にまた一つスタップアップしたと思うんですよ。そうですね、はい、山本さん、ここまでのゲスト解説どうもありがとうございました、はい。全場 VS JWP 三大シングルパート3全日本ジュニア選手権を制したのは王者田村よしこ選手です。6度目の防衛おめでとうございます。ありがとうございました。かなり危ないシーン、追い込まれるシーンもあったと思いますが、対戦した久住選手いかがでしたか。強いですね。一番5回防衛した中で一番なんか強かったです。しかしこれからもチャンピオンとしての、道が続くわけですが、はい、それに向けて抱負を一言お願いします。まだまだ防衛したいなという気になってきたので、もっともっと防衛して勝ちたいと思います。はい、期待してます。頑張ってください。ありがとうございました。惜しくも敗れてしまった挑戦者 JWP の久住智子選手ですが、本当に惜しかったです。はい、すごい、もうちょっとで勝てるっていうところまで行ってたのに、もうすごい悔しいです。これをバネにまたこれからも挑戦していきますか。はい、絶対田村さんから次は勝ちを狙います。それじゃあこれからの戦いに向けて一言お願いします。これからもどんどん強くなってもっともっと上に行きたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございました。第10試合全女 VS ガイアスターティングオーバー、ついに全女とガイアが真っ向勝負の日を迎えました。赤コーナーは全女の看板を背負った前川久美子、谷井マウス両選手です。それではまず前川選手、前川選手もはやジュニアの枠を超えた存在となっていますが、この大会をどう捉えていますか。早く先輩の枠に食い込みたいと思ってますが、
今日は自分たちの大会なんで一番目立てるように頑張りたいと思います。驚異の新人としてクローズアップされているガイアジャパン選手に対する印象、それから今日の戦いについて。この間 JD を潰したんで今日はガイアを潰したいと思います。はい、さあそれでは谷松選手、キテレツ人気でブレイクしました谷松選手ですが、前川選手とは異色タッグですね。はい、私と前川選手は異色タッグチームどころかストロングスタイルのいいチームだと思ってます。今日は前川選手との連携に期待してください。はい、ガイアジャパンとの試合は谷選手のキャラクターを超えた底力を期待していますが。はい、私は1年前は前場の中ではどうでもいい存在でした。今日は踏まれ続けてきた強さをガイアの人に見せつけたいです。はい、何かもう一言メッセージはありますか。このジュニアオールスター戦に谷にありを示したいです。はい、それでは頑張ってください。青コーナーはガイアジャパンの運命を握る加藤園子、長島千佳代両選手です。まず加藤選手、ジュニアオールスターで前女との初遭遇、気合の入り方が違うと思いますが。前女の方と対戦できることはすごく嬉しいです。でも長島には絶対ホール取らせたくないんで、自分が思い切りぶつかっていきます。はい、パートナーの長島選手はネオエナジークイーンヒストリー95を争った中ですが、チームプレーはバッチリですね。いや、自信ないです。自信ないですか。前場の前川谷両選手とはどんな試合になるでしょうかね。両選手ともタイプが全然違う選手だと思うんで、はい、ちょっと難しいと思うんですけど、でもいつも通り思いっきりやるだけです。はい、はい、そして長島選手、いつも元気あふれる投手を見せてくれる長島選手、今日は一段と燃えてますか。はい、今日は他団体対抗戦ということなんで、自分らしさを出せるように頑張りたいと思います。はい、それではね、前場に対するイメージ、それから前川谷両選手に対する印象を聞かせてください。まだ戦ったことがないのでわからないんですけども、今日戦ってみて、はい、じゃあ今日はね、長島選手の何を見てもらいたいですか。どんどん隙があったらホールを狙っていきたいんで、やっぱり自分らしさを出せるように。はい、はい、それじゃあ頑張ってください。第10試合、前場 VS ガイアスターティングオーバー、20分一本勝負を行います。青コーナー、ガイアジャパン120パウス、長島千佳代。
速135パウンス加藤壮我が子は全日本女子プロレス120パウンス谷マウス全場の看板は私が守ります。同じく全日本女子プロレス150パウンス前川久美子レフリー浦山大地。さあ第1回ジュニアオールスター戦も残すところ3つ、試合は3つとなりました、最後の 3試合はですねゲスト解説者としまして、ガイアジャパンプレイングプロデューサーの長与千草さんに、お越しいただきました。長与さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。ですねガイアの2人新人はごめんなさい、加藤と、上松出てきましたけどね、どうですか表情見て。やっぱ険しいですよね、普段になく険しいというか、そうですか、まあ、初顔合わせですからね、相手がどう出てくるか分からないですからね、はい、さあその初顔を合わせのですね、まあ、象徴ともいえる小川さん、はい、ハニーマウス最近は人気爆発ですけれどもね、今日はハニーマウス全場のロゴが入ったコスチュームで来てますんで、全場で1番と書いてありますよ、しかも後ろに全場背負ってくれるものと思います。全場背負ってるわけですね、これ。さあそのハニーマウス、しかもお尻に尻尾が生えている。ああこの辺りはさすがのタニーもガイアジャパンの技の前に思わずロープブレイクか。ああ見事ドロップキック。さあ長島のドロップキック2連発はタニーマウスに襲いかかっています。さっき佐藤と元気がやったんですけども、はい、事実上これが、前日ガイアの初総合ですから、はい、これはお互いの、ね、新しい世界を作ってもらいたいと思います。そうですね、長谷さんそのあたりはどうですか。そうですね、やっぱり新鮮なものほど面白いですね、やっぱりね。だからこそ本当に競ってくれるという試合を見たいですね、やっぱり。なるほどなるほど。まあ当然ね、そういった気持ちの上ではね、このリング上の4人はですねそのように思っているとは思うんですけれども、さあそして前川が出てきた。まあこのリングに上がると朝前川は時はでかく見えますね。そうですね、本来はメインに出ておかしくない選手ですからね。ご覧のようにですね、非常にこの均整の取れたバランスのいい体格をしています、この前川久美子。トラサステキックだ。もうジュニアの息を完全に逸脱しているというね、このキックでありますが、実は私この前川と加藤の絡みが見たかったんです。なるほど、長谷さん、この前川と加藤の絡みっていうのは多分ね、それは狙いとしてはね、その前川のキックですか、結構鋭いキックしますからね、はい、それを加藤の小さい体で、ね、どう受けこなしていくか、その時の根性を見たいという、プロの根性ですよね、そうですね。まあでも根性ではこれ加藤はですね、誰にも勝る、ね、負けないものを持ってると思うんですけどもね、まあ血分けしましたからね、一度ね、はい、まあ、そういった意味じゃやっぱりその引きは取らないようには仕上げてるつもりなんですけどね、うん、そうですか、まあもちろん蹴りにしてもですね、長与さんの鋭い蹴りをまあね毎日のように食らってるわけですからね、この加藤も。そうですね、はい、あしかしちょっとここは加藤攻め込まれているか。ネズミ出てきましたね。カーニーマウス、ガイアジャパンと初遭遇であります。今日は背番号1つけてますからね、全然の1番ですよ、はい、あっとドロップキック。まあもちろんこの人ね、キャラクター完全にね、キャラクター人気爆発なわけですけれども、まあ実力という意味でもですね、これは技巧派と言いましょうか、多彩な技を持ってますよね。実力派思考と言ったら変なんですけども、はい、まあ、本人はあまりキャラクター思考ではないんですよ、はいはい、まあ、当然ね、この今の人気というのはですね、そういった実力も伴っての、ですので本人はこのカードに抜擢されたことを非常に嬉しく思っていると思いますよ。そうですか。さあガイアジャパンの選手はですね、このタニーマウスとの初登場、一体どういった気持ちで受けて立っているんでしょうか。あと今サポーターをですね、今加藤のサポーターをはいで、そこを膝をグリグリ、肘をグリグリと攻撃、おっとうまい、スモールパッケージホールダーカウント2。攻撃早いですね、ガイア勢は。さあ、そして長島が出てきた。
加藤と長島のやっとあーこれなんとなんと真面目な顔してやってますね。これ反則じゃないですか今のはね。尻尾を掴んでしまった長島、この辺りはしたたかな攻撃であります。あの私もこのガイアの1周年でこの長島と加藤の、ね、シングル見ましたけども、はい、やっぱかなり実力発揮してまして、うん、そういうのはガイアのこれはナンバーワンタッグチームって言ってもいいですかね。そうですね、過言じゃないですよね、はい、ただナンバーワンはナンバーワンなんですけどね、今ちょっと仲違いしてますからね。そうですね、ちょっとそこが心配ですね。お互いこのライバル視するがゆえのまあ仲違いというかね、この辺のタッグワークというのが微妙に影響しなければねいいんですけれども。そうですね、でもスイッチワークは体にしか増えてないですね今のところね。なるほどなるほど、やっぱ谷にとっては普段のね試合とは違いますから、はい、やっぱり実力がね、うん、まあもちろんですね、うん、谷マウスとしてはですねキャラクタープロレスじゃないんだぞというところを見せつける絶好のこれ機会でしょう。いやすごいですね、あの便所のやつ誰の案ですか、あの便所マーク、あの私がやれと言ったんです。あ、そうですか、不安さんの仕業でしたか、やはり。さあ豪快なパワーサッポー、あ、何か前川がですね本当に一際大きく見えるのは気のせいでしょうか。やっぱりウエイトのなさっていうのはねどうしてもカバーできないですね。いや前川やっぱこうヘビー級ですね本当にね、豪快であります。前川も世代的に言いますと今回でジュニア卒業だと思いますんでね、はい、やっぱり加藤や長島にそのなんていうんですか、うん、送り戻ったら言い方変ですけど、うん、やっぱりこれからやっぱ後を託しますから、そういうものを肌でね感じ取ってもらいたいと思っていると思いますよ。そうですか、そしてこの前川のね高くてね分厚い壁にこのガイアの2人がですねどこまで果敢に攻めていくか、カットは変えられないですね、うん、おっと、さあやっと加藤がカットに入った。おっと強烈、前川のこの表情、ドロップキックもすごい。いやーしかしね、前川はですねこの自分よりもこのねこうなんて言うんでしょう、年下の選手とかとかやるとやたら強い、めっぽう強いですよ、めっぽう強いですからね。これがね上の選手相手でもこれを見てもらいたいです。このパワーをですね少しでも出してほしいなっていつも思うんですが、さあそしてサニーマウスと長島の攻防になった。長島もいい表情してますね、はい、もうこの辺りは長与イズムですよ。おっと今サニーバットの片鱗が見えましたね、ちょっとね。ここまではまだ温存しているサニーマウスの必殺技であります。さあマウントポジションからエルボーを与えていく、長谷さんちょっとね長島がちょっとペースダウンしてきましたね。そうですね、リングに上がってる時間が長くなってきましたけど、ね、多分さっきのキック効いてるんでしょうね、ドロップキック。あ、なるほどね、肩がドロップキックですけどね、やっぱりその蹴りをやってるキッカーのドロップキックというのは全く違いますからね。なるほどなるほど、で、まあ、長島としたら、ね、勉強してる状況でしょうけどね今はね。そうですか、当たって、まあ、学んでるんでしょうね、打たれ強さっていうんですか。そういう意味では全場選手はやっぱりこの試合数が、ね、やっぱ多いですから、はい、やっぱり打たれ強さっていう点ではやっぱり向いてると思いますけども、ね、だからそれも緻密な動きっていうのはやっぱりガイア選手は練習を重ねてますから、はい、うまいものありますよね。さあおっと髪の毛を掴んで今度は加藤を呼び込むような形になった。さあ満を持してと登場の加藤、その後この辺りは、うん、気の強さがにじみ出ているか、強引に逆さを抑え込みに抑え込んで今度はドラッキックを勝ち、バネがあるぞ加藤園子、あ、素晴らしいドロップキック2連発、もう一発いった。長谷さん、しかしこの加藤のですね、いつも私は惚れ惚れなんですが、このパンプアップされた体ってのはすごいですね。そうですね、本当にウエイトトレーニングも欠かさないでやりますしね。なるほど、その前に彼女はプロレスラーになるのが、はい、やりながら
低い選手だったらしいですね。あ、そうですか。だから陸上で鍛えたバネとその筋性の取れた何ですかその状態ですか。はい、わあ、やっぱり群を抜いてますね。ま、もちろん足はすごいですけどね。すごいですよね。うん、だと思われてます、ね。あと、まあ、いつも肩にねサポートしてこれがね外れる人が来るんですけども、うん、だからこれ打球がちょっとあれですよね。いや打球までは行ってないですね。あはは、打球までは行ってない。あのちょっと人体痛めたんですけど ね、 ね、まあ、なかなかこの肩のあのね人体の癖というのはなかなかね治りにくいんで、そうですね、まあ艦長とは言えないまでもね、もうこの子はまあプロレスラーですからね、なかなかそう見つけられない状況でありますが、このサポーターを巻いての満身創痍のファイトがついているこの加藤園子、ボー&アローでタニーマウスをぐいぐいと締め上げていく。このあたりも力強い攻めが目立ちます。うん、小川さん、ちょっとタニーらしさがねここ、そうですね、ちょっと見られませんけれども大丈夫か。ただやっぱタニーの本来の姿というのはこういう姿もあると思うんですよ。なるほどなるほど。今までどうしてもね面白い部分ばっかりクローズアップされてますから、はい、おっと、こういう話をしてた途端に出ましたよ、タニバット。至近距離から連発ですよ。初めて見ましたね。これですよ、長谷さん、タニバット、ね、今のはちょっと新しいバージョンですよね。効果的というよりも不意をつかれて不意をつかれてちょっと加藤その子もね一本取られた、そんな感じですよね、はい。さあこの注目の加藤と前川の、加藤はね先ほどの長島を見ていたのか、このドロップキックはさすがに食わなかった。フェイスロック、前の取り方がうまいですね、前の選手は、うん、この大きな前川相手にね全くそれを感じさせないファイトはこの加藤園子。粘っこい攻防に移行したか。今日の10試合目であります、全場 VS ガイア、スターティングオーバー20分1本勝負。やっぱりこの試合含めた3試合というのはやっぱり今日の本当の名イベントだと思うんですよ、うん、まあ、今までもそうなんですけども、はい、やっぱそれでこの大会の、ね、成功かどうか意義があるかどうかというのが決まると思いますんでね。なるほど、なっと出ましたよ、2段蹴りは美しいぞ。いやこの破壊力といったらすざまじいものがありますね。もう一回いった、上手い、あごの先端カウンターに今入りましたが、もう一発食った、あ加藤その川村、危ない、中島入った。長代さん、はい、どうですか今のキック3連発。あのね、顎をね蹴飛ばされると脳が揺れるんですよ、で脳震盪という状況に陥ってしまうんです ね、 ね、そうするとあのカウントが遠くに聞こえてしまうんですよ。なるほどなるほど、はい、定かじゃないんですね。かなり危なかったですね、あうまいぞ。この辺り長島やはり技巧派がスピードそして技にかけてはピカイチであります。あ長島千佳代がホールに入ったが、おこの辺りね回復力早いですね。回復力早いですよ、あ勝負に出ましたかね、ブルドッキングでやるってことは、はい、出てきましたね、うん、あ素晴らしい、ニュートラルコーナーをうまく使ってのスイングしてのブルドッキングヘッドロックはカウント2。あっと、あここは長い長い前川の足が飛んできた。長島の合体殺法はちょっと不発か。加藤が捕まるか、おっと、あっ今何をやろうとしたんでしょうかね、なんか合体が落ちたんでしょうね、ちょっとねタイミングが合わずに、もうこれは加藤の、おお、谷ロケットだ、これが噂の谷ロケットであります。さあ今度はなんだ、ドロップキックなんだなんだ、クラッシュ谷ロケット、なんでしょうか、なんでしょうか、出た出た出た、まさにタニーマウスワールドに今大田区体育館は突入してしまった。タニバット出ました、出ました、ジダンダも踏んでくれた。タニーマウスワールドへようこそ。これは死にません、これは自分の腰が痛くないんですかね。いや痛いすぎて、もうそんなことは言ってられませんよ。タニーマウス、どうですか長谷さん、初めて見た感想は。ね、
あの一発のダメージ技っていうのはないと思うんですよね。なるほどなるほど。やっぱりこれあれですよね、前女側に流れを引き寄せる意味ではですね、格好の起爆剤になりますよね、これね。これが決まれば勝負決まりますよ。あっとやっぱりダメだしな。ダイビング谷、ダイビング谷バットは残念ながら自爆。危ないかと。懐かしく言いましたね、チェンジと言いましたね。さあ、うわー、ブロドッキングは、前川のパワーの前に玉砕か。さあ、加藤、その川危ないぞ。お、うまい。加藤の意地が爆発か。このまま体を預けていった。このあたり、なかなか加藤いい攻撃を見せていったが、なんか長島が、おっと長島キーポイントを握ってそうな気がしますね、谷に。長谷さん、今の高さは十分ですね、素晴らしい技ですね。はい、もうだからね、超テクニシャンですよね。三日月蹴り、いいとこもらったな。三日月蹴りはこのセンター、もう一発決まりました。破壊力十分、長島アナ一回した。よくぞ返した長島アナ。15分経った。非常に粘り強いですよね、長島ってのはいつ見ても。いやでもね、小川さんね、この体格の選手でですよ、前川のあのキック2連発切ってね、なかなか返せる選手いないですよ。あっと、うまい、この当たりはうまい。あー、長島カウント2、あと1ポイントが取れなかった。お、長谷さん、ガッタやりましたね。はい、ちょっとスライドしましたね。なんか非常に前場イズムと外野イズム結合してますね。はい、お、今度はリング上、リング外です。さあ、おっと、放送席の目の前、あー、長島見事なダイブを見せた。初めて飛びますよ、大田区体育館。大田区体育館に綺麗な弧を描いた。おっと、加藤園子もこれはこれはボディシザース気味に行きましたね、今ね。ボディシザースでしたね。はい、やっぱり自分の得意なものをね、やった方がいいですよね。はい、さあ、ここな、ガイアジャパン勝負に出るか。危ない。おっと、今のはミサイルキックがちょっと距離を誤ったか。滑りましたね。もう一発いくぞ、もう一発いくぞ。さあ、ちょっとタニーマウスが今エプロンでグロッキー気味であります。タニーマウスがグロッキーだ。ああ、これはガイアチャンスですね、長谷さん。これチャンスですよ。そうですね。さあ、ダブルインパクト式、ダブルインパクト式、何だ、何があるんだ、何があるんだ。ボディアタック、うまい。さあ、前川からスリーカウントを奪うことができるのか。さあ、どうか、危ない。なかなか、これはこのガイアの2人、ひょっとしたら前川からね、スリーカウントを奪うってこれ考えてるんじゃないですか。多分そうでしょう。ああ、さすが、この辺りはね、ガイアジャパン気の強いこの2人であります。お、今後方ですね。お、前川、怒りの蹴り一発。さあ、今度はタニーマウスが出てきたぞ。オートバックリップか。あ、出ましたよ、出ましたよ、神風だ。残り時間3分。あ、これあっという間に20分一本勝負、決めないと。さあ、これ勝負にはできないですね。おっと、あ、このバッタイも素晴らしい。バックドロップ、そしてエルボー。なんか懐かしいですね、この技はね。懐かしいね。さあ、しかしカウント2。タニ危ないな。スリーパー。あー、長与千草直伝のショークスリーパーか。いや、分が悪いな。あー、ちょっと、ちょっとね、場所がね、ロープしかかったですね。さあ、場外で今度は前川と長島。うわ、すごい距離、今前川が長島を放り投げた。あっと、そしてリング上、今度はセンターで長与千草直伝のスリーパーは、あっと、わあ、館内からブーイングだ。残り試合時間2分。ああ、残り試合時間2分。前川が今アニマスを強引に自分のコーナーに引き寄せて、危ない、加藤園が危ない、よし、うまい。あっと、前川にスリーパー。しかし、この辺りうまいですね、前川も。もう一回いった。おっと、腕を逆に取った。なんだなんだ、何があるんだ。おっと、うわーっと、
このまま、あっと腕を取って、あっと嬉しいな、嬉しい、がっちり決まった佐藤、危ない、あーっと、ロッカー、ロッカー、あー危ないからちょっと移行したんですね、これね。なるほどね、やられ慣れてるって感じしますよね、逆十字に関して加藤のですね、佐藤村、ダイヤジャパン、佐藤村がね、天敵ですからね、この二人も、はい、あーっと、ドロップキック、残り試合時間1分、あーっと、早くも残り試合時間が1分というコールが、ロッド2回、そんな感じがするんですが、危ない、カウンター一発、今ちょっとね、側頭部もろに入りましたが、うまい、うまい、回転、渡辺落ち、館内からは悲鳴と悲鳴にも似たようなものが驚いている。30秒、さあお互い取りたい、コールが取りたい、時間がなくなりましたね、なくなりましたね、ちょっとね、あー、なんとかね、これ3カウント、20秒、20秒、もう10秒しかない、雪崩式の技を行くのか、10秒しかないぞ、前川、さあ最後の技になるのか、これ危なかったな、うん、でもね、中身強かったですね、いやいやいや、長代さん、はい、白熱した試合になりましたね、後半10分は特にね、うん、そうですね、20分まさか持つとは思ってなかったですね。なるほどなるほど、なぜならばやっぱりその異種格闘技戦で、はい、バカ積んでるマイカー相手だとですね、やっぱり分悪いですよね、やっぱりそれにどうその足りますっていうのが高校に入ってくるかっていうのもありましたんで、なるほど、マイカー加藤がね、おっと延長ですか、うん、これは長谷さん、外野ルールひょっとして延長出てますね、ねえ、それには慣れてるんじゃないでしょうかね、で勝負がつくまでは試合じゃないって言ってますからね、場内から当然これ延長コールですよ、まあ、ガイアジャパンのマットではですね、この2人といえばですね、もう再三再四の延長戦、これ経験してますんでね、佐藤が、佐藤が、おっと、おこれは延長ですか、なんですかね、やらせろって言ってます、あ佐藤も出てきたぞ、今シュガー佐藤も出てきたぞ、待て、そして今エプロンの今元気に対しても何か挑発をしたような、おっと元気が、そして佐藤が元気を挑発している、おお、これは前女とガイアの新人の全面対抗戦といったね、何かそんな様子を呈してきましたよ、出てきましたね、うん、先ほど、まあ、シュガーの方はいっぱいしてますからね、はいはい、もう一回さらに新しく ねやるんだったらこれきっかけと見たんですかね、シュガー佐藤、さあ今リング上でも元気もやる気になってますね、お願いします、どうしますと、バックバックさんの何でこいつが出てくるんだよ、今前川がですね、戻ってきたんじゃねえかよ、佐藤が今また挑発をしている、とにかく気の強いね、6人が今リング上で収集つかなくなっちゃいましたよ、僕にタグマッチになるんですか、長谷さん、この佐藤もですね、顔に似合うと気強いですね、気強いですね、彼女は尾崎真由美を目標としてるみたいですから、なるほどなるほど、お対戦の演習を申し上げました、6選手合意しましたので延長戦を行います、それでは6人タックといたします、これは6人タックといたしまして延長戦を行います、佐藤と電気が割り込んできたという感じですね、10分間と決定いたします、10分間と10分間のこれ6人タックマッチ、改めて、はい、あっとこれはしかしですね、試合に流れ込んでいったが、あっとこれは前川の怒りが爆発した、前川としてはで
で、なんでお前が出てくるんだと。ドロースクリュー。いやー、佐藤狙ってましたね、今のね。狙ってましたね。いやいやいや。さあ、そして元気と佐藤、やりたいな。先ほどの接続戦だ。あー、この辺りはね、もう完全にこれ団体全面対抗戦ですよ。あー、一進一退、3対2、3対3、うん、うまいクロスラインですね。リーチ利用してますね。はい、腹ぶきな。さあ、そしてタニーマウスとシュガー佐藤、体当たり、体当たり、もう一発体当たり。さあ、カウンター2。タニーの違う一面見てますね、自分は。今日はね、今日はいつも違いますよ。お、シュガーですね、タニーがあそこを抑えていると。ああ、これは一丁いいところ見せてやるというね、タニーの思惑だったんですけれどもね、もろくも崩れ去ってしまった。いや、やっぱりやっぱりここに行きましたか。ああ、裏表裏表、うん、この元気の好フォローもあってタニバット3連発。いや、それにしても意外な展開になってしまいました。もともとはタッグマッチ、しかし現在は6面タッグマッチと、しかも全面対抗戦のような様相を呈してきています。今日の第10試合、逆にカネとしてはね、新しい可能性がね、いっぱいカードが出てきてるんですよね。はい、まあ、しかしですね、お、膝ドロップキック3人前か。最後はタニロケットはすかした、何かすかされるためにやった、そんな感じのタニバットだったんですけどもね。まあ、いわゆる美味しかったタニバット、タニロケット。ああ、トリプルの攻撃だ、トリプルの攻撃は、あっと、これはちょっとね、落としていこうというところですが、ニュートラルコーナー。どうしても勝負に焦るとね、あの、失敗目立ちますね、はい、自分のやりたいことがなかなかできなかったり。お、なんですか、なんですか。あ、これは面白い、これはオリジナル。前川が谷ロケット、あ、元気が飛びますか。あ、元気が飛ぶぞ、元気がトップロックから飛んだ。元気もあれですね、トップロック立ち上がるとものすごく高いですね。5回ぐらいから今なんか飛んできたような、そんな印象でしたけれども。さあ、前川が、あっと、足を抱えてのオリジナルのバックドロップ、オーナーだい。あー、今のちょっと効いてますか。角度ね、高かったですよ、際どかったな。ちょっと長島が捕まっている。前川の投手がすごいですよ。あー、これタッチ、だんだんスイッチが速くなってきましたね。いや、もう10分しかないですから、時間が。おっと、なんだなんだ、ブルドッキングを狙ったのが、あーっと、これはブルドッキングがトロッコですね。アトミックドロップに切り返していく渡辺元気ミサエ。オクラホマスタンピート、オクラホマスタンピートを見せるのか、オクラホマスタンピートか。高さがあるからな。あー、うまいぞ、このコーフォロー。あー、シュガー佐藤は先ほどのね、やはり試合からこの元気をですね、かなりこれ意識してますよ。おっと、赤いのギロチンだ。いや、さっきね、ブーイングも飛びましたけど、はい、そうやって意識し合う、し合うということはね、やっぱりいいことですよ。なるほど、やっぱりね、それだけやる気があるということですからね。そうですよね、まあ、ああいった形のですね、投手が、まあ、実際にすぐにこうやって試合につながるっていう部分もね、うん、これがまたプロレスの良さでもね、あるわけですからね。投手をね、出さないように出した方がいいですよ。そうですよ。これはうまい、はい、あ、一本やられたら、入った切り返しの初めて見ましたもんね、うん、いやいや、それにしてもアトミックドロップ見せますよ。この大会場にはうってつけの技であります。さあ、長島、あー、出ましたよ、得意のローリングでのヘッドバット。おー、トップロックだ、トップロックから見せるキック。延長戦5分経過、5分経過。さあ、延長戦もこの
シックスメンタッグマッチ5分が経過してしまいました。あと5分ですね。はい、もうなんとこれ勝負じゃないとね。あーこれはフランケンシュタイナーか、裏カンナナー丸め込んだー、危ない、タニーマウス危なかった、なかなか勝負つかないですね、やっぱり6人になるとカットワークが入ってくるから。そうですね、長谷さん、あの気がついたらですね、この加藤と長島の連携というものもですね、全くこれ違和感なくなってますね、やってますね。おっと、あ危ない危ない、タニーもこういう技持ったんですね。タニーも隠れた技巧派ですね、実はね。なんかシュガー、元気が出てくると向きになってきますよね。はい、あーこの辺りもね、エルボーであれを変え、あーおっ、もうこれは、あー2点3点、最後はネックブリーカードロップで落ち着いたか、もう一発いった。先ほどの敗戦をですね、なんとかここで取り返したいシュガー佐藤。さあ誰が勝利を収めるのか。おロープに振ると見せかけてドロップキックはダブル。おお3人のこれなんですか、なんですか、なんですか、あ3人トリプルのフェイスクラッシャーですね。ちょっとタイミングがね、体でかすぎますよ元気はね。もう1回フェイスクラッシャー、ちょっとしかしこれは当たりが高かったか、カウント2。うん、先ほどからこの前場の6人の方はこれ前川が中心になってですね、すごい行走ですよ今日前川が。ご覧のようにね、体を乗り出して、あーしかし、あーこれも好フォロー、とにかく各選手入り乱れてなかなか技が決まらない。佐藤もとにかくこれ意地になってますよ、元気にはね、なんとしても元気からホールを取ると、そんな気迫が伝わってきました。ダイビングエルボートップロップ、さあこれは勝負飛びでか、外野チーム、あー前川の中足が伸びてきた、執念ですね佐藤は。いやいやいや、もうなんとしてもこれ元気からね、あー前川がーすごい蹴り一発、あアトミックドロップを、うわ前川の高フォローから、あっとアトミックドロップの形から、あーバックブリカーブライ、先ほどもねこれでカウント取られてますからね、これチャンスですよ元気はね。いやー佐藤としてもこれ元気に2連敗ということだったらですね、ここに出てきた岩間は全くない正念場であります。佐藤ドラゴンスクリュー、ドラゴンスクリューか、おっと左に踏んでドラゴンスクリューから、いやーこれはなんと大得点返した。長代さん、やられたってのはこれどういうこと。いやいやいや、まさかそう来るかと思って、いや長代さんの口からねそういった言葉が出るとは思わなかったんですけれども、いや打倒はね、長島がテクニックでいくか、そのまあもう体ごとぶつかって当たってくるわけなので、はい、まあ加藤、どっちかというと長島かなと思ったんですよ。なるほどね、もう加藤の執念に負けたんじゃないですか、これは。ドラゴンスクリューからの膝十字、まさにその佐藤の気迫、執念が元気を上回った、そういったところですね。おっと分満やるかたないこの前川、この延長戦に一番この祝福をね、表明しているのがこの前川という感じですが、あーっと、あー全選手入り乱れています。ちょっと収集がつかなくなってきましたが、でもこれだけお客さんがブー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 言うっていうことは、それだけあのジュニアオールスターを意識してるっていうことなんで、あの盛り上がってるってことですよ、これは。そうですね、やはり、さあ今改めてシュガー佐藤勝利の、両手を高々と上げて元気に勝ち名乗りを上げたわけであります。前場 VS ガイアスターティングオーバー、なんと試合を制しましたのは延長戦の末途中から加わりましたシュガー佐藤選手、その前の、20分一本勝負だったわけですが、タッグマッチ、かなり
いい試合というか、かなり追い込んでた場面も見られたんですが、振り返ってみていかがですか。向こうの前女チームは息が合ってるっていうか、全然お互いにタイプは違うと思うんですけども、お互いのことをよく知ってて、でもういくつか途中で追い込まれてしまったりとかあって、自分もわけわかんなくなっちゃったところとかあったんですけど、でもあの試合内容で納得いかなかったんで再戦要求したんですけど、なんか言った自分があんなこの何もできないままホールも取れないまま終わってしまって、すごく悔しいです。長嶋選手、気持ちだけが先走ってしまって、やっぱり全然チームとしても息が合ってなかったんで、前川選手のキックも想像してた以上にすごくて、途中ぼーっとしてしまったんですけど、で再戦して自分たちが取れなくて、自分が取れなくて佐藤に取られてしまったんで、すごい自分が情けないです。前失礼します。その佐藤選手、最後はドラゴンスクリューからの膝十字、いかがでしたか。自分の、フィニッシュの技だったので、必ず取ってやると思いました。そうですか。またガイアジャパンとしても新たな戦いが始まるわけですが、最後に一言ずついただきたいと思います。やっぱり今日は初めてというか、2人でタッグ組んだのは初めてだったんですけど、こんな状態じゃいけない、思ったんですけど、でも次もしこういう機会があったら絶対長嶋にはホール取らせたくないんで、次こそは絶対自分が先にホール取ります。自分も加藤には絶対、加藤が取る前に自分がホールを取りたいです。もっと積極的に攻めて、自分から行かなくてはいけないと思います。はい、ありがとうございました。頑張ってください。どうもありがとうございました。なんと申しましょうか、20分1本勝負、時間切れ、引き分けの末、10分間の延長、元気ミサイ選手を加えての、試合だったわけですが、その元気選手が膝十字で敗れてしまったわけですが、一言ずついただきたいと思います。やっぱりホール取られたことに関しては悔しいですね。谷選手、悔しいです。すみません、本当に何も言うことない。自分の弱さだ。もう何も聞けません。以上です。 3WA 世界スーパーライト級王座決定戦、小さな世界王者が誕生する瞬間、赤コーナーは全日本女子プロレス代表、チャパリータ・アサリ選手です。それではアサリ選手、タイトルが新設されたとき、このベルトは私のために作られたものと言い切りましたね。はい、本当にこのベルトができると聞きしたときに、もうこのベルトは自分に巻かれるためにできるベルトだなと思ったので、今日は何が何でも絶対巻きたいと思います。はい、対戦相手の植松選手はキャリア1年ですが、同じタイプの選手ですね。どんな印象を持ってますか。キャリア1年でも、やっぱ気迫とかがすごいんで、自分も負けないようにガンガンいきたいと思います。はい、ビッグマッチは必ず何かをやらかしてくれるアサリ選手、今日も期待していいですか。はい、はい、それでは頑張ってください。青コーナーはスーパーライト級の星となるか、ガイアジャパン植松俊恵選手です。長代千草選手の推薦によりまして、アサリ選手との試合がタイトルマッチになりました。長代選手に今日は何を言われてきましたか。自分らしさを出して精一杯頑張ってこいと言っていただきました。はい、タイトル初挑戦が世界タイトルマッチ、ガイアジャパン代表としての心意気をお願いします。はい、今回は、ベルトに挑戦という大きなチャンスをいただきましたので、そのチャンスを生かせるように、またメイン以上の試合にできるようにアサリ選手と頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。
試合に先立ちまして、この度新設されました 3AA 世界スーパーライト級ニューチャンピオンベルトを収めまして、両選手の記念撮影でございます。新設されました 3AA 世界スーパーライト級王座決定戦を争う両選手とニューチャンピオンベルトを挟みましての記念撮影でございます。本日のセミファイナル 3AA 世界スーパーライト級王座決定戦60分一本勝負を行います。青コーナーガイアジャパン125パンス上松利家、我がコーナー全日本女子プロレス120パンスチャパリータアサリレフリーボブ矢沢。さあ11個目の試合ということになりました。新設の 3AA 世界スーパーライト級王座決定戦であります。60分一本勝負、チャパリータアサリ全日本女子プロレス、そしてガイアジャパンからはこの上松利家が名乗りを上げてきました。小川さん、はい、このスーパーライト級王者、まあ女子プロレスというかプロレス界は明確にこの体重で、そうですね、そしてキャリアで、いや、キャリア関係ないです。5年以上、いや60キロ以下の選手です。キャリア関係ないです。なるほど、明確にこの体重でですね、はい、負けた初めてのタイトルということですけれどもね、はい、まあその記者会見ではですね、まさにこのチャパリータアサリが私のためのベルトであると、はい、明言しましたのでですね、これは何としてもアサリは腰に巻きたいところ。おっと、いやー、いい、すごいですね。いや、まずはまずはこのジュニアらしい非常に見応えのある攻防、サマーソルトのね、サマーソルト合戦といい、この、はい、なんていうんですか、側転といい、そうですね、うん、このタイトルにふさわしい序盤戦ですよね、うん、なるほど。この上松選手はですね、はい、長尾選手をはじめガイアジャパンの杉山社長からですね、はい、強烈な推薦がありまして、はい、まあ、どうしてもねこの王者決定戦に入れてくれということで、うんうん、はい、うわーっと強烈ドロップキック。長尾さん、はい、やはりこの上松を、まあ、送り込んだというのはどういった部分だったんでしょうか。まあ本当はあのね、里村だ、加藤だという代表がですね、うん、どんどん出てきている中でですね、はい、本当に一番実力があって、それでまああの一番伸びの本当早かったのは、うん、上松なんですね、実際のところ。なるほど。1年で本当に3年分を学んだぐらいの、うん、あの勘の良さと、うん、あの天性のバネを持ってますんで、はい、だからあの、まあ、ここ一番に取っておきたかったなっていうのは実際のところだったんですよ。ただ本当にあのこのベルトができた時に、あ、一つ夢がつながったという、もう彼女たちの夢ですよね、要はね。ですからぜひ、まあ、キャリアなんか関係ないわけですから、はい、言ってもね、ぜひというところはありましたよね。そうですね、やっぱ新しいベルトはね、新しい伝統を作らなきゃいけませんから。おっと、この気迫であります。いやー、この上松の闘志、この表情、素晴らしい表情を見せた上松としてきついですよ、ね、これアサリはね、アサリもきついですからね、これね、今までね、無表情でプロレスやってきましたから、はい、こういうね、やっぱライバルっていいと思うんですけども、はい、新しいライバル出現ですよ、うん、今まではこういう自分のようなね、アサリのような体型が、はい、1年いませんでしたから、あの長谷さん、この上松がね、を持ってきたっていうのは、この一つアサリを見据えてのあれかなという気もしたんですけれども、そうですね、どうなんですかね。あのスーパーライト級という、まあ、イメージとすれば、うん、今チャパリタアサリ選手っていうのは大統領に浮かんできましたんでね、はい、どうせ勝負するんだったらそのやらせたいなと思ったのがもう、第一印象だったんで、うん、ただその
上松のその、まあ、強さというか、はい、いいところですよね、うん、めちゃくちゃ気強いですからね、はい、それはもう、うん、あのガイアのノーソルバトルで、うん、まあ、叩き込んできたところなんで、なるほど、あの、まあ、ジャンプフライにプラスアルファしてその気の強さがどこまで出てくれるかで勝負の行方というのは決まっていくんでしょうけど、もちろんもうあのアサリ選手の方がですね、もうキャリアも積んでますんでね、はい、そういった意味では申し分ないわけですよ、はい、ただそれを揺るがす、あるいは奪う、うん、奪い取る、うん、こういう形容詞をどん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 付け加えていけるような試合にしてもらいたいかなと思うんですけど、そうですか、まあ、それやっぱり今までやっぱ前場の中でやっぱり独断場だったと思うんですよ、こういう立体殺法っていうんですかね、その中でやっぱりある考えばやっぱり今内心ちょっと穏やかじゃないと思いますよ、アサリも、うん、まあ気が強いという意味ではですね、このアサリもですね、この負けん気というかですね、まあ、そういった部分ではもう、はい、そのあまり表情には出さないですけども、そうですね、表に出さないタイプですね、実はすごいんですよね、今日がその歴史の第一歩だと思いますね、このタイトルは、はい、まさかガイアジャパンの選手が 3WA に挑戦するというのは本当にあの夢として考えてなかったですからね、と同時にあの 3WA に挑戦するんだったらやはりあの上の選手からかなという形があったんで、なるほど、それをまさか新人の1年生が 3WA という名前に挑戦できるということは、まあ、本当にこれが本当の、まあ、扉の奇跡の扉の第一歩だと思うんですけどね、なるほどね、まあ、これからどん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 ミラクルを起こしていってくれるんじゃないかなとは期待するんですけど、やっぱ先ほど長嶋選手とかもね、やっぱりやがてはこの中に絡んでくると思うんですよ、あと玉田とかですね、そうですね、まああの聞くところによるとあれですね、このスーパーライト級の権利という意味ではガイアジャパンの選手はほとんど入りますよね、そうですね、該当しますね、まあ、そういった意味ではどうこのベルトを巡ってはですね、どういった今後の展開があるのか非常に楽しみになってくるわけであります、まあ、その分スーパーライトっていう名前ですから、はい、やっぱり それなりの技術の高いですね、攻防がやっぱり約束できなければこの中に入ってきませんから、そうですね、やはりスピードそしてテクニック、それはねまたヘビー級とはですね、また一味も二味も違った超4次元殺法が見られるんじゃないか、おっとこの辺りも軽やかに今2位を当てていったキャパリーとアサリー、もう一発いったジャンピングに、アサリは女ライガーですからね、今日はね、なんかね入場でもうドッと湧きましたね、はい、今ねまさに女版重心サンダーライガー、コスチュームも完全に意識した形になって、そして今日は何かこの何ですか、お面のようなマスクのようなものをかぶってね、はい、入場しましたけれども、さあボディスラムをと、まずはまずはアサリが、おっと自分サルトだ、あー顔面に入りましたか今、さあ危ないぞ、まずはこの得意の4次元殺法ムーンサルトを出してきたこのチャパリータアサリ、さあ上松は一体どんな心境か、チャパリータアサリのムーンサルト、今食ったばかりのこの上松ですが、さあそして逆肩エビ固め、さあちょっと苦しい表情はどうか、長谷さん、ここまでの上松どうですか、動きとしてはまだ溜めてますね、まだ溜めてますか、まだ溜めてるような気がしますね、なるほどなるほど、まあ、これからどういう形で、まあ、あの自分のオリジナリティな、ね、技を出していくのか分からないですけど、はい、まだ温存してるような気がしますね、そうしますとこう終盤中盤から終盤にかけてのね、一発逆転とかですね、そういった部分ってありますねこれね、そうですね、今あの出方を多分見てるんだとは思うんですけどね、このアサリとしてはもう是が非でも欲しいベルトであります、うん、そうですね、アサリのために、ね、できたと言っても過言ではないですし、はい、アサリの場合はやっぱ将来スーパーライト級宣言をしてもいい選手ですからね、やっぱりなるほどなるほど、もうそういった意味でもまさに重心サンダーライガーなわけですね、現役をやってる限りはこのクラスのベルトを、ね、争っていくということだと思います、はい、このジュニア界とかスーパーライト界の名手となるというね、そういった目論みがあるんでしょうか、チャパリタサリ、それもね、はい、今日からの歴史がそうですけど、実力が伴わないところは誰もついてきませんからね、はい、当然チャンピオンとしての勲章を引っ提げて名乗りを上げたいところでありますこのチャパリタサリであります、さあ何があるんだ、ロンダードキックを見せるのか、うわまだ行かないか、おっとさあ来ましたか来ましたか、まだまだ軽やかなステップをワークを見せる上松、この辺りはテクニシャンだ、
さあジャックナイフをおっとしかしこの辺はネックブリッジであった。さあボディを当てていったがカウント2ペースアップしてきましたね。はい、さあ上松が今まで温存していた部分を徐々に出していこうというところ。あしかしこの辺りはシャパリーターサリテクニシャンであります。 やっぱロンダートを狙ってますね。あそこそこ襲い込みだ。上松もやはり早々やすやすとですね、相手の得意技はやりませんね。おっとこのヘッドシュートまた面白いですね。今のはね逆ですね、はい、通常だったら違う方向から入るんですけど、うん、彼女はその逆の逆をやっていかないと、うん、自分の技にならないと思ってますからね。なるほど、まあ、それはこういう技を振ったことないですから、うん、どっちかというとやる方ですからね。おっとコーナーニュートラルコーナーに登った上松を今うまくロープを利用してドロップキックで落としていった。さあ場外に何があるんだ、場外に何があるんだ。うわーすごい、ものすごい飛距離、うん、飛びましたね。いやーさすがさすがスーパーライト級の本領発揮でありますアパリータアサリ、堂々と今リング上に戻ってまいりました。まだこういうコーナーからのプランチャーなんていうのは食ったことがないんですよね実際。なるほど、まだ技としてまだ教え込んでないんで誰もやる人がいないですよね。まあやってはカオル選手が得意とする分野なんで、うんうん、結構聞きました今、いや飛距離とあと今なんていうんですかね、このスピードがありましたね。ありましたね、飛ぶ落ちるスピードというかなんていうんでしょうかね。アサリというのは飛ぶんですよね、うん、落ちるというよりもきちんと蹴って飛んでるんでね、はい、スピードと威力がもう爆発的にありますわね。ああそしてロンダートキック、まさにこれも上松の未体験ゾーンであります。完全に今未知の世界に突入していったか。この辺りはさすが計算してますね、気の強いところを見せた、強引にキックで返していった。あ上松もさすがにスタミナではねもう鍛えられております。先ほどのダメージ何のその、アサリもですねこれあんまりこのアピールをしているほどの相手ではねこれね、そういった隙を見せているとですねやはりつけ込まれる、そういった部分は注意しなければなりません。あっとエプロンから片足で今ドロップキックを見舞っていった。もう一発いきますか。お今度は上松が飛びますか、はいはい、今長谷さんがですねこういう技は教えていないのにと言ったばっかりですが、おおすごい見事な、いやー綺麗、ね、姿勢であります。ウルトラダイブですねこれは。まるでしょうシャッターチャンスですよ、まさにもう今本当に宙に浮いた時のですね体の反り具合というのはもう100点満点。まあ、こういう試合がやっぱりスーパーライト級のこれからの歴史なんですよね、うん、そうですね、やっぱ単に体が、ね、体重が軽いっていうんじゃないと思うんですよ、はい、まあ、まさにですねベストオブスーパージュニアのね攻防のような展開をですね、はい、女子の間でもですね今後ねどん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 とこう歴史を積み重ねていってほしいなというそんな気がしますけれどもね。やーっとちょっとこれは下から突き上げましたね、読まれていたか。おーこれも飛距離があるぞ。おーっと迎撃ドロップキック。まだ名シーンですね、うん、いやー長代さんあんなことやるんですね、はい、松ねすごいですよ。わあそして超豪快飛距離十分のミサイルキック。出が向いてきたかな少し。長代さんこれチャンスですね。チャンスですねちょっとね今チャンスですよ。もう一発いった。さあ今 3WA のベルトが少し見えてきたか。見えてきましたね上松チャンスであります。ここは一気に畳みかけたいところ。ここは一気に畳みかけたい。どうだもう一発いった。さあ上松どうする。おおもう一発いきますか。とどめを刺そうというところ。さあこれはチャンスであります。うんまだちょっとふらついているアサリ、リング中央アサリ、おーボディアタックチャンスだ。どうかあうわーまだ死んでいないのかジャパニータアサリ。上松惜しかった。
あーここは一気にまだ行かなきゃダメですね、これね。増えますね、チャンスですよ、まだまだチャンスは続いている。ちょっとアサリがグロッキーだ。あっと、しかしアサリが、あーすごい、おーっと、コルバタ、あー今の旋回式にコルバタ、あーそして、あー返し技、返し技の終和カウント2。アサリもね、しかしね、あー横飛びつきの、あ落ちされた、これはバックリップな形で返されましたね、あーっと、スカイツイスターを狙うのか、まだ決めさせないですね、当然永井さん、これ上松アサリかなり結果してるんですよね、だと思いますよ、ビデオ見てますしね、はい、おーっとカウント2、ジャックナイフはカウント2。いやー、これはちょっと分からなくなってきました、展開が全く分からなくなってきました。スーパーライト級初代王者は果たして前女のチャパリータアサリか、それともガイアジャパン上松俊恵の腰に巻かれるのか、フランケンシュタイナー、あーっと、ナバレ式フランケンシュタイナー、バーイカッシュタイナー、すごかったですね、上松返した、スピードが上がりましたね、上松しかし危ない、あーっと出たか、出るか、完璧に決まった、ジャパニーズアサリガッツポーズ。いやでもアサリ苦しかったですね、苦しい初代王者ですよ、長谷さん、はい、かなり上松チャンスあったと思うんですけどね、チャンスありましたね、ただまあね、これを多分きちっと出したいですね、私の場合は。これがね、名勝負数えたとなってね、何度も何度も2人がね、現役で打ち合いやってもらいたいですね、まあでもかなりチャパリ の苦しい表情見ましたからね、やっぱりまたその次っていうのはやっぱりチャンスはもっと近くなるかもしれませんね、外野勢はね、あ上松あと一歩及ばずというところでありました、いやベストマッチですよ、はい、やっぱり先ほどみたいなね、殺伐とした、ね、試合もあれば、こうやってやっぱ技術の温泉もあるし、しかし、でも長谷さんね、これ上松の戦いを見て、はい、またこのスーパーライト級、また面白くなりましたね、誰か来ますか、ガイアから、いや、みんな名乗り上げてるみたいですよ、そうですか、実際のところ、なかなかそこに割り込むのはなかなか難しいですけど、ただどんどん当てていきたいと思います。世界スーパーライト級王座決定戦で、はい、いい顔してますね。勝利を収め初代チャンピオンとなりました。うん、自分でもね、久しぶりにいい試合だったと思ったんじゃないかな。いい顔してますよ。うん、はい、さあ今こんな番重心サンダーライガーへの道をね、確実に一歩前進といったところであります。チャパリータアサリ初代スーパーライト級王座を獲得しました。見事、初代チャンピオンとなりましたチャパリータアサリ選手に名古屋を紹介いたします。3WA 世界スーパーライト級初代チャンピオンチャパリータアサリ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。ガイアジャパンの上松選手との試合いかがでしたか。そうですね、思っていた以上にすごい気迫がガンガン来る選手だったんで、逆に今日は自分が勉強させられたなっていう試合でしたね、はい、接戦を制したのはなだれ式フランケンシュタイナー、そしてスカイツイスタープレス、はい、狙ってましたか。そうですね、やっぱ最後はスカイツイスターで決めたいっていうのがあったんで狙ってました。これからチャンピオンとしての戦いが始まるわけですが、それに向けて一言お願いします。そうですね、やっぱりこのベルトの価値を上げるも下げるも自分次第だと思ってるんで、このベルトの価値を上げるためにもどんどん防衛していきたいと思います。はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。ガイアジャパン上松選手です。結果は出せませんでしたが、チャパリータアサリ選手との手に汗握る白熱の攻防、素晴らしい試合でした。どうもありがとうございます。もう最初は前場の方に
ベルト挑戦させていただくときにキャリアのことを言われたんで、キャリアなんて関係ないって、もうガイアの意地を見せるっていうので頑張ったんですけど、どうしてもベルト欲しかったんですけど、すごい悔しかったです。解説席では長代さんも、場外へのプランチャーこれなら丸だと言ってましたが、もう先に浅利選手にやられたんで悔しくて、もうやったことなかったんですけど、やり返してやれと思ってやってみました。これからまた新たな戦いが始まるわけですが、それに向けて一言お願いします。はい、今度必ずまた挑戦させていただくんで、その時には自分が必ず取ります。女子プロレスの夢と未来はこの4人に託します。メインイベントザ・ドリーム&フューチャースターイズボーン、赤コーナーは全日本女子プロレスの玉田理恵、そして若干16歳で大抜擢されたガイアジャパン里村芽衣子両選手です。まず玉田選手、メインイベンターの登場です。前女ジュニアのリーダーとして玉田選手は大きなものを背負っていると思います。ジュニアオールスターにかける素直な気持ちをお聞かせください。前女の選手は年間250試合激しく厳しい戦いを繰り広げていて、自分たちは先輩たちの築いてきた歴史に追いつき追い越せるように今日は完全燃焼したいと思います。はい、パートナーは怖いもの知らずの里村選手、玉田選手はどう評価してますか？なんか今まで自分も今日のために先輩たちにボコボコにやっていただいてきたので、里村選手を見習って、もうガンガン行きたいと思います。最後に同期だった大向かいと白鳥に対してエールを送ってください。はい、ジュニアオールスターとはいえ前場のリングでまたメインが張れるんで、3人で試合をするのはすごく初めてで、すごい今から楽しみなんで、自分たちにしかできない気持ちでぶつかり合う試合をしようと、はい、いうことを送りたいと思います。はい、それでは続いて里村選手、ガイアジャパンとは何だ、このテーマを背負ってのメイン大抜擢となりましたが、今の心境は？メインということで自分に対してのプレッシャーがすごい大きいんですけれども、死ぬくらいぶつかっていきたいと思います。はい、3人の先輩に囲まれてのメインですが、何をアピールしたいですか？自分をアピールしたいです。ジュニアオールスターは里村のための大会となる自信はありますか？やってみなきゃわからないんですけども頑張ります。はい、それでは頑張ってください。青コーナーは前女の平成3年組として入門し運命の再会を果たしました LLPW の大向井美智子、 JD の白鳥千佳子両選手です。それではまず大向井選手、メインに選ばれし者4人、大向井選手にとってジュニアオールスターとは何ですか？同期のことをやるのはすごい夢だったので今日はすごい楽しみです。はい、平成3年組の白鳥玉田と揃いましたが、 LLPW の大向井はどこが違うのかお聞かせください。みんな出戻りしてやってきた気持ちは一緒だと思うんですけども、やっぱしみんな違うことでいろいろ苦労してきたと思うんで、それをリングの上でぶつけ合いたいと思います。はい、じゃあこの晴れ姿を誰に一番見てもらいたいですか？お母さん。はい、それじゃあ白鳥選手、最後を飾るのは JD プリンセス白鳥選手ですが、ジュニアオールスターでは JD として何をアピールしたいですか？ JD としてっていうか、自分のプロレスができて自分レッサーをアピールできればいいと思います。はい、それじゃあ同期の玉田大向かいに送る言葉は？送る言葉ですか？送る言葉って言っても別に、まあ一緒にみんなやってるところは違いますけど頑張りましょうっていうことです。はい、はい、このメイメイとは白鳥にかかっていると一部で言われてますが、ファンに対してメッセージをお願いします。こけないように頑張ります。はい、では頑張ってください。
ただめより本日のメインイベント The Dream and Future Style Bomb 60分一本勝負を行います。青コーナー JD 140番の白鳥ちかこ、同じく LPW150 番の大向かい日光、赤コーナーガイアジャパン135番の里村同じく全日本女子プロレス125番の玉田理恵、ぜひトミーだ。さあいよいよ第1回ジュニアオールスター戦もメインイベントを迎えました。さあ玉田理恵、里村芽衣子の全場外野越境タッグ、そして大向美智子、白鳥千香子の LLPW JD の越境タッグ、まあ4団体のですねエースクラスがこの一つのリングの中に今いるわけであります。小川さん、はい、このですね JD の大向美智子、白鳥タッグ、はい、こちらの方は一体どういったですね、2人とも同じようなタイプのね、タイプの選手ですからね、はい、まあ、元気印のね、里村玉田と、まあ、一緒ですけども、どういうのか噛み合ってね、はい、あーまずは大向と白鳥がですね、まずはタッグのその息の合ったところを見せたわけであります。切れる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 、うん、長谷さん、はい、このですね玉田、大向白鳥ともにですね、だだいきなり嬉しいな、ある意味ではね、はい、リング上の2人にかかってますよこの試合は。なるほど、はい、そういった意味でガイアが里村であるということはですね、はい、これはやっぱり長谷さん里村なんですね、やっぱりそうですね、あのね、うん、これとても意味深いと思うんですよ、うん、多分ひょっとしたらね、この3選手は次はジュニアをひょっとしたら卒業するという形になるかもしれない、はい、それをこの一番最年少の若い子につなぐ、うん、なるほどなるほど、はい、この若い子たちにもう一度あのジュニアというものを引っ張っててくれという頼みの綱を多分意味している部分じゃないかとは思うんですけどね。まあそして今リング上はこれは小川さん、同期同期3人揃ってますね、玉田、大向しなくてもそうですね、はい、あと前から入るんですけども、はい、まあ、一度は全然ね、はい、あの飯を食ったという、全員挫折してますからね、全場で一度、はいはい、まあ、このあたりがまあ人間模様と言いましょうかね、うん、その3人がね、こういった派手舞台のメインを飾るんですから、うん、本当に、ね、何か分かりませんね、プロレスはやっててよかったと思いますよ、うん、はい、うん、まあどうですか、それだけにこういろんな、ね、挫折、紆余曲折を繰り返しているだけに精神的にですね、まあ全員いろんな部分で強くなっているっていうのはありますよね。まあその辺がこの試合に現れてくるんじゃないでしょうか。だからやっぱ玉田、大向白鳥でこの中では、はい、やっぱりベテランじゃないですか、はい、でもあえてジュニアらしいね、がむしゃらさでやってもらいたいですよね、あえてね、なるほど、まあそういった意味でもこの里村がですね、はい、どういう動きをするかっていうのもね、長谷さん注目ですよね、これね。そうですね、でもね、顔がまだ死んでないからね、あの切る瞬間っていうのはもう顔つきがだんだん変わってきますから、こんなに分かりやすい選手はいないですよね。なるほどね、ただあの異分子ですからね、この中では、はい、ね、本当に1年ね、はい、どうですか、まだまだ切れてないですね、これまだまだ、いやでも、ま、もうそろそろ、もうそろそろ行きそうですか、もうそろそろ甘いですね、そうですか、ただ彼女をその里村をどう使うかによって、うん、どう例えばまあ料理していくかによって、はい、勝敗は決まっていくじゃないかなっていう気持ちはあるんですけど ね、なるほどなるほど、さあそして大向にタッチ、LLPW、まあ今やこれは LLPW の看板を背負って立ってるレスラーですからね、今回ね、あのこの里村を抜擢したところにこの大会というかメインの、ね、意義があると思うんですよ、うん、なるほど、やっぱりこの新しい、ね、世代で、はい、やっぱ大会を成功させるっていう一つの目的がありますから、うんうん、ま
逆にですね、この里村のまあその切れたら怖いがむしゃらさ、その闘志、そういったものが逆にこの白鳥とか大向かいあたりにですね、こううまく跳ね返ってくると面白いですよね。だから里村勝っても負けても玉砕してもらいたいですね。なるほど一番本当にレスラーらしいという形容が似合うんじゃないですか。あー、なるほど。真っ白なレスラーというか、この里村ね、ご覧のような表情、やられていても目は死んでいない。彼女はね、あの他のジュニア選手に比べて技持ってないんですよ。なるほどなるほど。最近一つだけ私からいただいたものがあるんですけどね、それ以外はね、ほとんど魂で戦うタイプですよね。だってそうですね、はい。おっと、どうですかこの JDLL 組のね、なかなかこの連携が先ほどからね繰り返されてますけれども、もっとね、DDT ガツンガツンいってもらいたいですね。ちょっと大人のプロレスに、うん、ちょっと動きがね、大人しいね、技に走ってますね。なるほどなるほど、もっとガツンガツンいかないと。さあ、頭が出てきた。うん、そうね、余裕は持ってほしくないですね。おっと、この辺りの起爆剤になるのか、この里村、この切れ方。あこれは逆にですね、この白鳥あたりはね、うん、学ぶべきですよ。どうやってそう切れるんだっていうのを学ぶべきですよね、うん。さあ、そして鎌田ができてるぞ。鎌田もこのジュニアオールスターにはかけてます。かけてますよ、はい。1週間前にアジャにね、先導行為されて、はい、先導行された先導受けてますから、うん。わっとダブル、玉田と里村のダブルのドロップキックなんかこれいいですね、すごく息合ってますね、さあ、ブレンバスターからエルボー落とした。おっと、里村もエルボー、もうこれはダブルだ。里村がまたやり慣れないのか、ぎこちないとか良かったと言いますけど、でも玉田はうまく引っ張っていってますね。なるほどなるほど、お今玉田が里村を呼び込んで、さあストッピングだ、ストッピング。ああ、そのですね、美人戦う霊場ということでね、打ってきたこの白鳥の顔をですね、ガンガンと容赦なく蹴り込んでいくこの里村、なんともこの分かりやすい図式でありますが、さあ、たまらず大向かいが出てきた。さあ、この大向かいと玉田の絡み、こちらもなかなか興味深いぞ。ドロップキック、早いわキックが。玉田はどうですか今日は、かなりこれあれですね、動きいいですよ、スイングしてますね、うん、動きがね。実はですね、昨日全然大阪大会ありまして、はい、入ってきたのがみんな明け方の3時4時なんですよ、だから多分みんな寝てないと思いますよ今日は。すごいですね、今日スケジュールの中、ただもうね、はい、大会のためにみんなやってきましたからね。さあ、たまたまですね、メインイベントということをかなり意識してましたんで、うん、まあ、このジュニアオールスターかけているものがあります。はい、この一方のしかし白鳥もこれはまあね、JD の未来というよりも JD の今がかかっていると言っても過言ではないこの白鳥の、まあ、これは敵というかね、ここでどこまで白鳥が見せられるかっていうのはこれはもう団体のですね、存亡にも関わる重要なこれ命題になってきますんでね。 JD プリンセスですからね、白鳥は。そういった意味では逆に他の選手とはまたね、背負っているものがちょっと違うこの白鳥、そのあたり試合にどう影響していくんでしょうか。さあ、里村が出てきた。奈良さん、気のせいかですね、里村が登場するとですね、かなり場内の脇も違うような気がするんですけれども、やっぱりこの里村にこうお客さんもですね、うん、何かこう期待してるっていうのは分かりますね、なんかね、爆発してるところに見てるんじゃないですか。なるほど、こういうところなんでしょうか。エネルギーの塊ですよ、ペース配分考えてないですからね、なるほどね、ヘロヘロになるまでやりました。あーっと、おー、ここは技巧で返していこうという仕方ないところですよね。お、白鳥も豪快に顔面を蹴っていった。さあ、向かい、さあ、大向かいコールが今鳴り響く中、ダイビングボディアタックを2連発。おー、この辺りはスピードがあるぞ。今回170センチ以上ありますからね、はい、
まあ大きいですね、はい、この中ではね。さあミサイルキック、ぶっ飛んだな。さあ里村逆サイカーカウントのか、まだまだ返している。まさにこの里村と、そして大向かい、おっと至近距離からフライングエルボー、体のフライングショルダータックルを見舞っていった。もうなんか気持ちで、ね、気持ちだけ当たったって感じですよね。ふわっと来ましたね、今回はフラワーのようですね。おっと、あ、これはスクールボーイだ。スクールボーイ、ちょっとタイミング崩れましたね、はい、さ、そこで、そこで今日は息のいい動きを、おちょっと低い距離でね、低い角度で今ストマックのあたりを狙っていた。逆に効いたんじゃないですか、ストマック、はいはい、もう一回いった、今度はムライター。とにかくドロップキック一発でね、場内を沸かせられる数少ないレスラーの一人であります、この玉田理恵。早いのね、キック力っていうのは。そうですね、直角90度で来るんですよ。お、何時ですか。いやでもお互いの水着あまりにもすごいんで、体がどこからどこへ繋がってるか分からないですね。最近はこのヒラヒラ付きが、はい、まあね、流行ってますんでね。どんなのなんか形がね、全く見えないですね。とりあえずこれは万字固めでありますけれども、万字固めですね、はい、どうですか入り具合。なかなか足のフックはしっかりとしていたんですが、あ、ここでね、まあいかんせんしか身長差はありますからね、なかなか万字がうまく決まりません。脇固めだ、大向かいの長い足がサードロープに伸びた。スクラッシャーか、そして白鳥、おっとドロップキックをね、勢い余って上通り越してしまった、そんな感じのドロップキック。もう一発、あっとこのドロップキックは見事顎に入っちゃいましたね。顔面も捉えたぞ、あ、浜田のお株を奪う強烈なドロップキックはカウント2。さあ白鳥が飛ばしていくのか、ここは一気に飛ばしていくのか白鳥。おお、インディアンデスロックの形であります。インディアンデスロックの形で足を畳んだ。さあもっともっと闘志を出してほしい白鳥社長、インディアンデスロック、まさに JD の団体の存亡をかけたこの戦い、白鳥近くにかかっていると言っても過言ではないでしょう。今日キャンバスも新しいんですよ。そうですね、はい、ジュニアオールスター用に新調されたこのキャンバス、はい、これは小川さん、はい、あの今後もですねこのキャンバスを使うことを想定しての、そうですね、はい、1年2回ですから2回、うん、3回と主催団体がこれを保管してもらいたいですね、はい、なるほどですね。そうして歴史は作られていくわけであります。その歴史の1ページ毒の花が満開という感じしますね、うん、はい、まあ、これのこういうタイプのねトップクラスが尾崎である井上貴子であると思うんですよ、はい、まあ、今日はその尾崎選手そして井上貴子選手もこの会場のどこかでですね、今日はみんな来てますよ、参戦しているわけであります、はい、あ、そういった意味でこのジュニアの選手、あ、すごい、あ、すごい、この気迫ですよね長谷さん、はい、めちゃくちゃですよ、めちゃくちゃ切れましたか切れましたか、夢中っ気が何でしょうか、壊れたダンプカー状態になってしまったのか、なあダンプカーというほどのね体格はないわけですけれども、うわーすごい、あー今ねリングあのエプロンで見てた白鳥はどういった表情で見てるのかなちょっと思ったんですけれどもね、ちょっと足が足んなかったですかね里村、とにかくひときわこの中にあって異彩を放っているのは里村、はい、これは間違いありません。あと水着もシンプルですから、はい、目立ちますよ逆にね、うん、あさ大向かいもですね、しかしあの里村にあそこまでぐちゃぐちゃにやられたもんでですね、これ浜田に対しても怒りをぶちまけたそんな感じでしたね。いいですね、うまくくると返してバックを取ったジャーマンか、エルボーでエルボーの合戦、あーこれは効いたぞ、
スマホビが何かを向かっておっと、おお、これは珍しい形になったからクロップボード。なんか玉田の勢いで投げちゃったみたいな感じですね。バックドロップボールはカウント2。里村が後方ローに入った。うわ来た、セカンドロープからジャーマンだ。カウント2。もったいない、形が崩れた。里村が今赤コーナーに上がっているぞ。里村が赤コーナートップロープに上がっている。何があるのか、ボディープレス。ああがむしゃらさが裏目に出るのか。しかしまだまだ里村の目は死んでいないぞ。エルボー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 、ああこの辺は誤爆。うまく丸めて、さあどうかカウント2。うん、まあ長谷さんね、こういったがむしゃらさが逆にこう裏目に出ることもありますけれどもね、そのあたりをこう考えずにやるとこはね、里村のカウンター一発。さあその後にどうするか。あ、音音今逆十字を狙ってる。ああ逆に逆に大向かいが逆の十字。里村の岡笛のさあマウントポジションからパンチ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 、大向かい腕でガードするが、ああ逆に飛んだ。大向かいも切れたが、大向かいも切れたが、切れましたね。いやーこれもひとえに里村効果でありましょうか。がぜん試合がヒートアップしていった。チョップが入った。うおーっと、おー里村すぐ起きた。わーしい、やーこういうファイトが、ファイトがね、いいね、すごい、うん、一番大事なんですよ、ね、里村。しかしまだ目は死んでよ。おーっと里村、あー脇が食べ。おーでもね、これ4選手これ気迫がどん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 ボルテージ上がってますよね。あーそして脇が下げ、まだ体重移動がね今一つだから。なるほどなるほど、ちょっと逃げられちゃいました。さあ浜田が差しに来た。あーするとうまい。大向かいどうか、カウント大向かいとシアトルはスルーとね攻撃移行しちゃいますよね、はい。この辺りはね、まあお姉さんのプロレスって感じですけどね。おお、きれい。さあこれが大車輪式のボディアタック、はい、あーっとこれは崩れたか。今何かお迎えを受け止めて何かをしようとしたんでしょうかね。おっとこれはどうなんだ。おっとドラゴンを、あーしかし腕で返していったアームホイップ。アームブリッカーだ。アームブリーカー、この長身からのアームブリーカーはきつい。カメラ大丈夫ですか。危ない危ない、腕はまだパンチしてないんですけども、あ危ない、まあ、試合に出てますから。そうですね、まあ、そういう意味は大丈夫だと思うんですけど、はい、白く巻かれてるのはあれテーピングですので、まだまだ実は治っていないんですよね。1月2月と3月、はい、ほとんど試合出てないんですよ。それも全てこの日のために休ましたんですよ。なるほどね。おっと大向かいがついに起きて破りの玉田の左手に手をかけた。あーもちろん勝負だからそれは非常ですので当然の戦法ではあるんですが、おっと、おーこれはあーライドカウント2、はい、玉田危ないな、大丈夫かな。うん、ニュートラルコーナーから2位を狙ったんですけれども、これはうまい、この連携は甘いぞ。大向かいと、そして白鳥、ナイスフォローをかけてきますね。大向かいチームやっぱり負けられないですよ、大向かいも白鳥もね、やっぱり前場と10、あーダブルインパクト式だ。 おっとお腹のあたりにミサイルキック、どうか。大向かいの身長がありますからね、落差はすごいと思います。そうですね、まあかなり効果的な合体殺法ですよね、うん。さあ今度は何があるんでしょうか。さあ白鳥が何を狙っているのか、玉田を徹底的に痛めつけようというところ。あぶあぶせ倒した。カウントは2、流れ式のブレンバスター崩れ去った。あうまいぞ、大向かいが上がっている。あー円錐に、まあ、かすりましたね。今人だったな。さあうまくフォローに入ったが、里村が
かろうじてカットに入っていた。さあ試合が動いてきたぞ。さあ試合の行方は分からなくなってきた。お互いに勝負に出てきたか。ムーンサルト、あー危ない、今入ったかどうか。ちょっとラウンディングボディプレスみたいな。そうですね、はい、はい、ちょうど玉田の顔面のあたりに落ちていったような、そんな感じでしたけれどもね。おっと、あクロスアームに固めての、あークロスアームジャーマン。しかしここは、あー里村が吠えている。おっと、綺麗に弧を描いたジャーマン。カウントは2か。玉田もまだまだ一発逆転を狙っているぞ。里村が出てきた、里村が出てきた。さあ闘志あふれるファイトはこの後半戦終盤になってもまだ生きているんでしょうか。アームブリーカーで一発崩しておいてニュートラルコーナー。しかし、あーさあ里村このトップロープから一体どんな技を見せてくれるんでしょうか。おお隣や出ましたか、出るか出るか。なだれ式だ、なだれ式の嬉しい、がっちり入っている。危ない、いいとこにロープがあったね。あーちょっと場所が場所だったの、これ分かんなかったですね。はい、必殺のね腕しぎエルボーと、がむしゃらにエルボー。里村イズムが爆発しております。あーダブルインパクト式だ、これはなんだ、一体どんな合体なんだ。エルボーだー、そのまま落としていった、ホームに入る。チャンスです、チャンスだ。1人カウント2、終電で返している。ちょっと白鳥が捕まっている、危ないぞ白鳥、危ないぞ。おっと怒りの制裁、張り手一発。おうまくやるかな、なんだ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 、抱え込んでば、おっとデスバレーボブ、デスバレーボブ、デスバレーボムだ。危なかった白鳥近子、しかしちょっと意識は朦朧としている、立ち上がれない状況だ。青コーナーで必死の形相で、おっと、おー、しかし白鳥もむっくりと息が入った。いやー小川さん、白鳥もありますね。いやーこれ負けられないですよ、白鳥も立場的に。あークラッシャー、これは決まったか。おっと、かろうじて今玉田が入ったか、里村が返したのか。とにかくカウント2であります。あーこれはちょっと里村が危ないぞ、うまいうまいうまい。赤コーナーから玉田が好フォロー。あーしかし、あーしかし裏の体がごさっといった、里村ダメか。最後は大向かい道子、ですね。はい、ただ里村のね、なんか未来をね予言させてくれる戦いは、うん、嬉しかったですよ。そうですね、長代さん、はい、もうこの試合里村効果と言ってもいいんじゃないですか。そうですね、あのがむしゃらさゆえに好きだらけっていう感じがするんですけどね。なるほどなるほど、うん、でもすごいいい勉強したんじゃないですかね。そうですね、まあそれにしてもこの里村のがむしゃらさ、気迫、それが何かですね、白鳥と大向かいにもこう伝わって跳ね返ってきた、そんなねいい試合になったのはこれ里村のおかげだよってこう言いたくなってしまうようなそんな気もするんですけどもね。やっぱりあのいろんな角度からね落としてくれて、蹴ってくれて、殴ってくれて、これ全部でも勉強になるんですよ。そうですか、打たれ強さっていうのはやっぱり武器ですからね。なるほどね、というわけで今日のメインイベント締めくくりは最後、大向かい道子がガイアジャパンの里村芽衣子タイガースープレックス固めでカウント3を奪った今日のメインイベントでありました。ザ・ドリーム&フューチャー・スター・イズ・ボーン、ジュニアオールスター戦メインイベント勝利で飾りました LLPW 大向井美智子選手、そして JD 白鳥千佳子選手です。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。振り返ってみていかがでしたか。いや本当は玉田からホール取りたかったんですけど、ちょっと最後
里村選手からホールドったわけなんですけども、まあ、でも里村選手のすごいあの迫力っていうんですか、あのいつもシュープロとかでは見させていただいたんですけど、ゴングとかでもあの今日生で味わってみてすごいいい選手だなっていうのを実感したんで、また機会があれば里村選手とやって、ですごい得るものが大きいので自分のプラスになれる選手だと思うので、また機会があればなりたいと思います。で、玉田とももちろんまた何年か後、今すぐとは言わないですけど、何年か後に自分たちが大きくなった時にまたやりたいと思います。ジュニアオールスター戦のメインイベントということでプレッシャーありましたか？はい、ありました。結構里村がいいってみんな言ってたんで、シュープロとかでもやっぱ見てしてたんで、そういう部分で結構緊張したっていうかプレッシャーありました。やっぱりガンガンやってきたし、これからまたそれぞれの道で、いろいろな戦いが始まるわけですが、一言お願いします。あ、でも今日は本当に楽しかったんですよ。だからまた機会があればこういう大会に出場したいし、やっぱし、まあ、自分のまだ実力のなさっていうのを改めて知らされたんで、まあ、ジュニアは卒業っていう形になりましたけども、もっともっと上の選手に揉まれてビッグになっていきたいと思います。白鳥選手、自分も一日も早く上の人に近づいて追い越して一人前のレスラーになりたいと思います。はい、期待します。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どっちが勝ってもおかしくない、誰が3カウント取ってもおかしくない熱戦を繰り広げました。玉田理恵選手、そしてガイアジャパンより里村芽衣子選手です。まずは里村選手、今回のこのジュニアオールスターメインイベント大抜擢だったというわけですが、いかがですか？自分は3人のすごさにも圧倒されてしまって、試合中に迷ってしまってあまりできませんでした。玉田選手、今回の相手、白鳥大向組、そして、このパートナー里村選手、交えて4人で戦った今日の試合いかがでした？迷ってる姿は全然自分には見えなかったんですけど、やっぱり相手が同期なだけあって絶対ピンホール取ってやると思ってたんですけどね、なんかやっぱ向こうも自分が同期だから集中的に狙ってきて何とか耐えてるっていう感じで、そんなんじゃいけないなと思ったんですけど、やっぱ負けたくなかったんですけどね、気迫だけは負けないようにと思ったんですけど、里村選手の気迫がものすごかったんで、やっぱ試合中から見習わなきゃなっていうのは、すごく思いました。さあ、今日の試合を一つのきっかけとして、大きなステップとしてこれからまた羽ばたいていってほしいわけですが、抱負を一言お願いします。今日の玉田選手や白鳥選手や大向選手のように早く上に行っていい試合ができたらいいと思います。玉田選手、そうですね、もしまた今度白鳥や大向と当たるチャンスがあったら絶対にぶっ潰したいと思います。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは表彰式の方に移らせていただきます。表彰式に移らせていただきます。それではまず最も印象に残りました選手、こちらに送られますベストインプレッション賞、日本放送事業開発局企画開発部副部長、藤原隆一郎様より授与されます。ベストインプレッション賞は、ガイアジャパンシュガー佐藤選手、ガイアジャパンシュガー佐藤選手ベストインプレッション賞。
記念の盾が贈られます。プレゼントは日本放送事業開発局企画開発部副部長藤原隆一郎様よりベストインプレッション賞シュガー佐藤選手に贈られます。続きまして関東賞、関東賞はデイリースポーツ社より贈られます。関東賞はガイアジャパン上松俊恵選手に贈られます。贈呈は記念の盾をデイリースポーツ社事業部長戸田正明様よりガイアジャパン上松俊恵選手に贈られます。続きまして技能賞でございます。技能賞は日刊スポーツ新聞社より贈られます。技能賞チャパリータアサリ選手に贈られます。全日本女子プロレスチャパリータアサリ選手に贈られます。順は日刊スポーツ新聞社編集局川添博義様より記念のトロフィーが全日本女子プロレスチャパリータアサリ選手に贈られました。続きまして殊勲賞、殊勲賞は東京スポーツ新聞社より贈られます。殊勲賞の受賞は FMW 中山香織選手です。贈呈は東京スポーツ新聞社編集局次長羽賀明様より記念のトロフィーが FMW 中山香織選手に贈られました。続きましてジュニアフォトジェニック賞、ジュニアフォトジェニック賞は週刊ファイトより贈られます。ジュニアフォトジェニック賞は IWA ジャパン市木清子選手、市木選手には週刊ファイト編集部赤平隆様より記念の盾が贈られます。ベストフォトジェニック賞は IWA ジャパン市木清子選手でございました。続きましてベストマッチ賞、ベストマッチ賞がレディース週刊ゴング様より贈られます。それではベストマッチ賞を受賞いたしましたのは田村よし子対久住智子戦、贈呈は週刊ゴング編集長長野影弘様より記念のトロフィーが田村久住両選手ベストマッチ賞として贈られます。久住選手、久住選手帰っちゃいましたか。あ、来ましたね。はい、急いでください。久住選手にもベストマッチ賞、週刊ゴング編集長長野影弘様より記念トロフィーが贈られます。ベストマッチ賞は田村久住戦でございました。そして最後にベストジュニアプレイヤー賞、ベストジュニアプレイヤー賞は週刊プロレスより贈呈されます。ベストジュニアプレイヤー賞はガイアジャパン里村芽衣子選手でございます。贈呈は週刊プロレス編集部小島和弘記者より記念トロフィーが贈られます。ベストジュニアプレイヤー賞はガイアジャパン里村芽衣子選手でございました。以上で表彰式を終了いたします。それでは出場全選手リングに上がってください。リングに上がってください。それでは、大成功となりました第1回ジュニアオールスター戦、全選手出場全選手リングに集結いたしまして、最後のご挨拶、挨拶は全日本女子プロレス玉田理恵選手よりお願いします。
皆さん本当に今日はどうもありがとうございました。このジュニアオールスター戦が実現できましたのも関係者の皆さん、そしてファンの皆さんのおかげだと思います。自分やアサリ選手、そして前川、大向白鳥たちは今日最後にジュニアを卒業させていただきたいと思います。そして熱い先輩たちの壁にぶつかっていきたいと思います。今ここにいる若い力がこれからももっともっと熱い戦いをお見せしていくと思います。これからも応援よろしくお願いします。以上で、終了いたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。超満員のお客様に、もう一度はい、というわけで第1回記念すべきねジュニアオールスター全12試合終わったわけですけども、小川さん、はい、いやどの試合もですね、まあとにかくその女子プロマット界のですね未来を担うにふさわしい熱戦だったわけですけれども、そうですね、これ新しいスターも誕生したと思いますね、はい、あと、まあ、個人的に言えば、はい、スーパーライト級の試合が一番ね良かったと思うんですけども、うんうん、そうですか、あと里村選手の頑張りとか、はい、各団体みんな頑張ったと思います。そうですね、まあ、思わぬ拾いものという意味でですね、一木選手と神林選手、私は非常に印象に残ってるんですけどね、この2人はもう今後楽しみな存在ですね、はい、そうですね、はい、長尾選手、はい、長尾選手なんです、長尾さんですね、今日長尾さんですね、今日はね、あ、そうですね、はい、どうですか、ガイアジャパンの選手非常にたくさんですね、最後は賞をですね、うん、もらって今回の試合をね本当にこう軸になって盛り上げたなってそんな感じがするんですけれどもね、いや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 、うん、ただ本当に課題をいっぱいいただきましたね、課題をもらった、なるほど、本当に打たれ弱いところがたくさんあったんでね、はい、
だからそれが一番あの1年の中での落とし物だったんですよ。なるほどなるほど。だからそれを今回ねこういう形で拾うことができましたし、うん、探すこともできたんで、はい、うん、次回はどうやってかき混ぜしてやるかなっていう。なるほどなるほど。かき混ぜることしか考えてない。そうですか。またこうかき混ぜるといえば今日の里村選手のようにあのね、本当ジュニアで一番望むことっていうのは、うん、がむしゃらさと、そうですね、もう当たってもう砕けるの精神だけなんですよ。なるほど。技を100個出したって言ったって100個覚えてるわけじゃないですからね、うん、そんなもんは上のメインクラスの先輩に任せればいいわけですから、はい、なるほどね。まあとにかくこのメインは特に里村選手のこのがむしゃらさみたいなものをね、非常に印象に残りまして、まあ、最優秀選手も取ったわけですけれども、小川さん、はい、来年第2回これ期待してますよみんな。そうですね、うん、第1回はね道しるべを作る大会でしたから、はい、2回3回と今度は主催団体が一応変わりますけども、うん、そこでまたねみんなこのジュニアオールスターだけは全団体が集合して成功を収めたいと思います、ね、うん、そうですか。当然ガイアジャパンも長谷さん、はい、ジュニアオールスターまた盛り上げてくれますね。もちろん、うん、長谷マジック頑張ります。そうですか、いや本当にですね熱戦が数々12試合あったわけですけれども、長谷さん小川さん今日はどうも本当にありがとうございました。あ、本当にどうもありがとうございました、はい、小川さんどうもありがとうございました、はい、女子プロレスの、はい、夢と未来を乗せての第1回ジュニアオールスター第2回目をぜひ期待したいと思います。それでは興奮さえまいの大田区体育館から失礼いたします。さよなら。